本音トークラジオ北野誠のズバリ、はい、2月23日金曜日祝日でございます、はい、午後1時を回りました。 CBC ラジオ北野誠のズバリ、北野誠です。そしてアシスタントはこんにちは、宇治田智子です。はい、ということで今日はですね、はい、早春のリレー会談恐怖をつなげ、はい、2年ぶりでございまして、うん、なんでこれをやろうかと思ったら、この間久しぶりに CBC ラジオの自分のチャンネルを見ながら、そういえばこれやってなかったなと思って、はい、結構久しぶりになるんですか。結構2年、もう2年空いてました ね、だから久しぶりにやろうと思いましてね、ちょっといろんな企画考えたんですが、今日は皆さんのメールテーマは怖い話不思議な体験なんですけども、はい、もうあの来ておりますが、昨日ですね、笑福亭笑瓶君の追悼一回忌ですね、の追悼追善ライブを大阪に行って、まあ、根本要さんと桂ジャクジャクさんと加門達夫君と僕と、弟子のですね翔介君と、はい、司会でやってもらって、んでリモートで野沢直子さんが出て、VTR で明石家さんまさんが出るというですね、非常に豪華なメンバーでやりましたけども、僕ずっとね、はい、本当に久しぶりに不思議な体験したなと思ったのは、ずっと翔平ちゃんの話で大爆笑話ってなんかあったかなと思ったけど、長く付き合ってきてんけど、なんか全然面白い話思い浮かなくて、ええ話はあんねんけど、おもろいってめっちゃこの話おもろいな、みんな知らんでっていうのを全然思い出せなくて、1週間前に、たっちゃんとジャクさんに LINE 送って、なんかおもろい話が思い浮かばんとって言ったぐらい、それぐらいエピソードとしてめっちゃ爆笑エピソード話がないねんって言って、いやみんな共通してる話はあんねんけど、俺と翔平ちゃんだけって一人ずつの持ち分があるから、俺と翔平ちゃんだけとかジャクさんと翔平ちゃんだけとか、達夫と翔平ちゃんだけとか、要ちゃんと翔平ちゃんだけっていう、そのおのおの漫談形式でちょっと10分ぐらい喋らなあかん、それぞれ話してね。俺はトップバッターやってんけど、全然なんかそんな話思い浮かばんな思ってたら、昨日の東京で水曜日戻って、はい、木曜日の朝5時過ぎに目覚めたよ。ほうほう、早いな、めっちゃ早い、パッと目覚めて、で、まあ、めっちゃ早い目覚めたなと思って、でトイレ行って座って おしっこした時に、あるがなっていう声聞こえて、え、あるがなって、えと思って、トイレであるがなっていう声聞こえて、で、え、何やろ今の声と思ってんけど、その時、あ、この話あったわって、朝5時10分ぐらいトイレの、トイレにまたがりな、あ、そうや、思い出した、あの話あったわ、あれめっちゃおる話あったわって思って、降りてきたんですか。降りてきたよ、あるがなって、あるがなっていう頭の中に響いてんけど、はっきりした声を聞いたんじゃなくて、頭の中であるがなって、あれ翔平の声やったんかなって思うぐらい、なんかあるがなってはっきり聞こえて頭の中で、へー、すごい不思議、すごい不思議。でそれで、はい、もうまあその後なかなか寝られ、もう7時ぐらいに起きたらええねんけど、まあ、また起きて寝直してんけど、それからしばらくネタ食ってましたんで、ずっと残ってるんですね。あったわあの話、あのなんで俺これ忘れててんやろいうぐらい面白い話が若い頃にあったんですね、二人の思い出がと思って、ほんで昨日それで楽屋行って6時ぐらいに入って、俺が一番最後に入ってんけど、6時ぐらいに入ったら、あの台本のところにスタッフが、あのこの人の話で、ま、俺の話を書いてくれとったよ。で、なんで知ってんねんって思ったら、いや俺もなんか不意にこの話思い出してって、その一番俺と翔平の中でおもろかった話に関わってる番組スタッフが昨日進行やってくれたんで、そいつも急になんか思い出して、あれがあったやん、まこっちゃない言ってたけど、って思って、なんかもう翔平が運んでくれたなんかネタの旅みたいになってましたけど、ちょっと天国からこうなんかね、そうやね、よう思い出させてくれたわ思ってびっくりしましたみたいな、なんか素敵な話。いや、まあ、でも怖くなくて、ほんまに頭の中であるがなっていう一言が朝響いたんで、これも貴重な体験やなと思いながら、そうですね、まあ、でもすごく怖くなくて、あ、そうやわ思い出したって、朝の5時頃なんで急にパッと目覚めてトイレ行ってあるがなって思い出したやろなと思って、でもずっとそれを考えてたから、考えたからと思うねんけども、ね、なんか降りてきたんやね、まあ、そう、翔ちゃんが降りてきたのかなと思いながら、昨日その話を、ね、あの打ち上げの時言っててほんま不思議やなって言って、スタッフも Q シートにそれを書いてくれたから、同じ内容で、はい、同じ内容書いたんで、まあ、こういうこともあるねんなと、全然まあ怖くないけどいい体験で不思議な体験だと思います。ということで面倒くさいこちらです、はい、パソコンスマートフォン
携帯電話から CBC ラジオ北野誠のズバリのホームページにアクセスをして番組メールフォームからお送りください。ファックスは 052-263-6800、 そして LINE からお便りテーマなどの情報をお届けしております。お手持ちのスマートフォンで CBC ラジオのホームページにアクセスをして北野誠のズバリ公式 LINE を友達追加してください。はい、ということで今日は早春のリレー会談恐怖をつなげ4時までお付き合いください。 CBC ラジオ北野誠のズバリスタートです。北野誠のズバリ早春のリレー会談怖さをつなげ。はい、ということで最初のトップバッターは、西浦和君です。もしもし。あ、こんにちは。どうも、大丈夫？体調の方は。どうもご無沙汰しております。本当になんか緊張してます。いやいや大丈夫です、頼みますよ。はい、いやもうほんまやったらね、一度もう名古屋に来てもらえてるのも体調のことがあるからなかなかね、あんまり遠くに行けないので今日はリレー会談トップバッターということで、それでは早速準備の方はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずは西浦さんからです。はい、ですね、最近ちょっといろいろね、会談の、まあ、収集ちょっとね外に出れないんで取材してるんですけども、今ね、結構まあ、取材でね、お話を寄せる方でバーバさんって方いらっしゃるんですよ。はいはい、で年齢的には僕と同じぐらいの年で、もうお孫さんがいるんですね。はい、でそのお孫さんと住んでるお話を結構いただくんですけど、まあ、お子さんがねちょっと幽霊が見える、お孫さんが。ほう。でそのお孫さんがね結構不思議なんですよ。でまだ幼いんで幽霊ってのはよくわからないんですね。でよくねイマジナリーイマジナリーフレンドみたいなお話ありますでしょ、要は空想のお友達で、そんな風にも思えるんですけど、でもこの間の、まあ、小学校に行ってて、で小学校で、まあ一人遊びしてると、で周りの子たちもやっぱりこの子はねちょっと変わってるんで一人遊びしてるなっていう風に見てるんですけども、じゃあ本人はおばあちゃんに、今日ねおばあちゃんダイダイと遊んでるんだよって、で要は一人遊びしてるんじゃなくて、その、まあ、学校に行ってそれでその、まあ、知ってる友達がいるっていうんですよ。でそれは学校の先生もクラスの子もそこにいる友達も誰も知らないんですって、でそれを毎日楽しそうに話すんですって、今日はこんなこと言ったんだよ、あんなこと言ったんだよっていうことを言うんですけども、ある日その友達がねもう会えなくなっちゃうんだって言って泣くんですよ、お孫さんが。はい、でなんで泣くのって言ったら、いやもう来ないから、だからねもう会えなくなるからもう最後だよっていうふうに今度言うんだよ、で今日ねその最後だからって言ってこれもらったんだよって言ってね石をもらうんですよ、でそれをねおばあちゃんに見せるんですけど、それね本当にちょっと見せてもらったんですけど、結構しっかりした石なんですよね。お子さんがそのお友達がくださった石なんだけども、もうね会えなくなっちゃったんだよって、それっきりもう来なくなっちゃったんだっていうふうに言うんです、でそれ本当にクラスのお友達っていうと、いや分かんないけどでもずっと一緒に同じクラスにいたんだよっていう子、そんな、ね、子がいて、結構ね面白いお話をね結構いただくんですよ、でこの、お正月ですか、奥さんの方の実家の方にちょっとねまあ里帰りっていう感じで一緒に行ったんですね、で実はね夏に行った時にちょっと騒動がありまして、で夏に行った時にお母さんがね、おばあちゃんがその、まあ、お孫さんが来るんで結構ねはしゃぐんじゃないかと思って、お部屋にねまあ旧家なので、鎧を飾ったんですって。要はご先祖様が代々着てる鎧を飾ってちょっと見せてあげたって、おじさん大泣きするんですって、ギャーギャーって、それでどうしたのって言ったら、鎧の中から誰かがずっとこっちを睨んでるって言うんです。で鎧の中の目が怖いって言うんです。それでどういうことって聞いたら、その、ね、お嫁さんがうちの子ちょっと見えるみたいなって話になって、で今回そのお正月にはその、鎧をね蔵の中にしまっといたんですって、で今年お正月に行って、でずっとね歩いてたらそのお子さんが蔵の前を通った時に、おばあちゃんおばあちゃんって言うんですって、で何って聞くと、蔵の前になんか髪をバラバラにしたハゲたおじさんがいるんだけど何って聞くんですって。で多分おしむしゃなんですね、でも誰も気づかないんですよ、それでおばあちゃんも怖くなって、鎧にやっぱり おしむしゃがついてるのかと思った時に怖くなったっていう話をね聞きましたけどね。はい。
結構ね、いろいろね、面白いですね。幼稚園の卒業園の時も映像をいただいたんですけど、うん、卒園式で、今、卒園式って、まあ、前を向いて歌うんじゃなくて、各その、まあ、迎えに来てるという、父母さん、父母さんの方を向いて喋るんですね、そうそうそう歌うんですね。ね、まあ、ビデオのね、この撮影がしやすかったり、写真撮ったりしやすいじゃないですか。なので、各ね、ご家族の方を向いて歌うんですけど、そのお子さんも、まあ、おばあちゃんの方を向いて歌ってたんですね。うん、ところが、歌い始めたら、こう、スモーク、いわゆる服の裾をずっとぐっと握っちゃって、うん、で、下向いて、で、うん、目線がキョトキョトしてるんですよ、うん、で口もね開いてないんですよ、歌ってないんですよ、うん、でおかしいなと思って、でお母さんとそのおばあちゃんがね、ちょっとビデオ撮りながらこっち向いてこっち向いて歌って歌ってやるんだけど、うん、もう全然こっち向かないし歌えなくなっちゃった、うん、でどうしたのって言ったら、おばあちゃんの横になんか知らないおじさんが立っててずっと睨んでたっていうことで、で結局ね歌えなかったっていう話を、ね、ちょっと教えてもらいましたね。映像を見るとすごい衝撃ですよ、すごく全然こっち向かないで歌ってるんですよね、全然口が開かない感じで、はい、見えるんだ、なのでね、だとまだまだね本人が見えてないのだ、見えてるっていうかね、本人がよく分かってないので、まあ何ですかね、どう伝えたらいいのかっていうのはすごい、まあ、ご家族が悩んでるみたいなんですけど、うん、はい、もうね本当面白いですよ聞いてると、うん、家の中で、ね、駆けずり回って、おばあちゃんおばあちゃん、ここ冷蔵庫って言うんだよね、ここお風呂場って言うんだよねってかってこう言いながら、こう家の中走り回るじゃないですか、お子さんって、うん、それでおばあちゃんおばあちゃん、ここ なんて言うんだっけ、ここタンスって言うんだっけとかって、それで走ってって、それでおばあちゃんおばあちゃん、ここ脱衣所って言うんだよねって、そうだよそうだよ、おばあちゃん、ここお風呂場、お風呂どうしたのって聞いたら、おばあちゃん、なんで湯船からたくさん手が出てるんだろうねって聞くんだって。おばあちゃんがギャーってなるんだけど、もうお嫁さんが怖がるから言えなくて、おばあちゃんが叫ないから、それはねきっとお盆が近いからみんなお風呂に入ってるんだろうねって言ってごまかしたって言ってましたけど、そっか、リアクションが難しい、結構ね家がすごいんですよね、はい、だから夜おトイレに行くと、うん、お母さんお母さん、ドアの上にある顔の人誰って聞くんです。でそんなんいないんですけど、ドアの上に人がいるらしいんですよね。それは見えすぎてかわいそうやな。そうですね、うん、で本人まだ自覚してないので、まだ小学校1年生なので全然自覚してないんでね、まあ、ご家族どう伝えたらいいのかっていうのは、要はね本当に幽霊なのか人なのかっていうの本人は全然区別つかないですよね。これって西浦は見解としては、大体そういう子っていずれ見えなくなるはずやんね。はい、うん、あ、そうなんです、そうですね、うん、じゃあ、ね、幼い頃見えてたけど見えなくなっていくはずやんね、うん、そうなんですよ。ただこれ実はこのお父さんもちょっとね、うん、まだ見えるんですよ。あ、そうなんだ。はい、お父さんと、実は、まあ、ご家族で、まあ、近所の、まあ、カラオケ屋さんに行ったんですね。うん、で、みんなで歌ったんですけど、そのお父さんが、天井をちょっと気になってずっと見てるんですって。で、天井には天窓があるんですよ。はい、で天窓があるんですけど、その天窓のところに何故かシートを張って光が入らないようになってるんですって。うん、で、おかしいなと思って、それで、まあ、ばあばさんがずっと歌ってたんですけども、うん、後でね、ご長男に聞いたら、あそこ何って聞いたら、いやなんかあそこからの覗かれてるって言うんですよ、人が、うん、でシート貼ってあったよねって言ったんだけど、いや覗いてる、あそこ誰か覗いてるって言ったんですよ、うん、それでちょっと気になって、うん、カラオケスナックの、カラオケ店の店長にね、あそこなんであんなことになってるんですかって言ったら、いやクレームが多いんだ、だからあそこシート貼った、え、なんでですか、誰か覗いてるって言われるっていう話と言われて、やっぱり長男さんの見てるのと同じなんですね。で写真を撮ったらやっぱりなんか影みたいなのが映ったって言ってましたよね。へえ、長男さん、まあ、要はねお父さんがまだ見えてるんで、多分そのまま結構年取っても行くんじゃないかと思うんですよね。そのまま、はい、まあよくねこういう聞く話で、子供の時に見えてて大人になったらそういうのがなくなるっていうのはね、そうですね、うん、僕はもうオセロ松島が子供の頃公園で遊んでて、でね、焼き場があって誰かがこうね焼却された時の煙見て、うん、男の人か女の人がどんな死に方したのかっていうのがほぼ分かったって言ってましたから、でもその才能はもう大人になったら消えたって言ってましたから、
子供の頃は、子供の頃はその焼き場の隣にあった児童公園でなんか煙見たらなんとなく分かった。へえ、すごい力。でも、うん、でもそれはもうなくなったって言ってましたから、まあ、できたら西浦はなくなってほしいよね、そういうのね。そうですね、うん、まあ、本来ならその道に進んでもらうかしかないねやるけどね、本当はね。そうですね、はい、うん、まあ、ただバーバーさんの住まれてるお家自体はちょっと因縁のあるような土地なので、はい、結構影響はお子さんにかかってくるかもしれないですよね、多少ね。なるほどな、はい、まあでもちょっとまあそこまで見えててもまだ子供さんが小学校1年とかぐらいやったら、うん、説明するのも周りも大変やな、それな、うん、そうですね、はい、うん、幼稚園にも結構ね、なんかターザンロープってね、ターザンみたいに、うん、ロープのところに怖い先生が立ってて、ね、そうそう、うん、それで、まあ、ターザンロープが怖くてできなかったって言ってるんですよ。ただそんな先生いないですしどこにも誰も見てないんですけど、でもその先生がいるっていう話になって、で卒業の時に話を聞いたら、うん、以前やっぱりそういう先生がいたっていうんですよね、以前は。ほう、なので、あ、やっぱりそのね、あのお子さん見てたんだって話になったんですけどね、うん、へ、見てるんですよね、やっぱりね、普通にね。良かったのか悪かったのかそうですよね生活しづらいよね生活しづらいけどな。なのでちょっとね、取材しながらこうちょっと成長を見守ってる感じですね、今は。そうですね、まあ、うん、ね、だんだん大きくなっていくと僕はちょっと人と違うものを見ているんだなって気づくんやろな、どっかで思うんでしょうけどね。そうですね、はい、わかりました。ということでトップバッター西浦君、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ。はい、ということでございまして、2人目はついこの間も来ていただきました、はい、牛崎千佳さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、今日は大丈夫、緊張、バカ緊張してないですか、大丈夫ですかだいぶちょっと口から内臓が出てきてこの間、この間ね、スタジオ来てもらったけど、じっと気配消してましたから、ね、ゲストやのにじっと気配を消してお弁当食べてくださいとか言って、もう食べろや、もう俺に言われてやっとはっやりましたけども、はい、ということで、まあ、相変わらずずっとね、いろんな話を集めておられてますが、今日もよろしくお願いいたします。それでは早速よろしくお願いします。はい、まあ、いつの時代も社会的な問題になっていると思うんですけれども、はい、夏美ちゃんという方なんですけども、はい、学校で中心的な人物で、はい、A ちゃんという女の子がいるんですけれども、うん、この子が本当になぜか急に B ちゃんという女の子を必要にいじめ始めたんですよ。うん、まあ、ちょっとね、小学校とか、まあ、会社に行ってもこういったいじめの問題っていうのはあると思うんですけども、もうこんな幼い時からね、そういったことをしてしまうのすごく、まあ、心苦しいことではあるんですけども、なんでかよくわからないけどいじめると、うん、急に陰口を言ったりとか仲間外れにしたりですとか、もうだんだんちょっとこれはやりすぎなんじゃないかなと、うん、目に余る行動をとってて、でもう全く心当たりがない B ちゃんからすると、え、なんで私はそんなこと言われなきゃいけないんだろうと、だんだんこう大人しくなっていってしまうんですね、うん、で、まあ、他のみんなも自分が巻き込まれないように助けようともしないんですよ。でこのお話を聞かせてくれた夏美ちゃんなんですけれども、はい、とてもおとなしい子で、普段も積極的に発言とかしないで、もうクラスの底にいるような子だったんですけれども、うん、あまりにもこの A ちゃんがひどいと、うん、自分としても黙っていられないと思って、もう我慢ができなくなって、うん、ある時休み時間にもう勇気を振り絞って、前で A ちゃんに、ね、なんで意地悪するの、うん、どうして B ちゃんにあんなひどいことするの、みんなの前で言ったんですよ、思い切って、うん、そうすると A ちゃん怒ってというか、もうびっくりしたんでしょうね、うん、そんな普段何も言わないようなおとなしい子に言われたのと、恥ずかしいっていうのと、いろんな感情が混じって、うん、そのまんま教室飛び出ていってしまったと、うん、でその A ちゃんが怒って教室を出ていくときに、一瞬その彼女の体の周りになんだか真っ黒いモヤみたいなものがあるのが見えたんですよ。あ、なんだろうなと、はい、でその後ちょっと A ちゃんおとなしくなったんですね、うん、
効果があったのかどうか、おとなしくなったんですけれども、まあでも相変わらずやっぱり B ちゃんの陰口は言ってたと、でもその陰口を言うたびに必ずその黒いもやがその A ちゃんの周りをこう囲んでいるような、そんなのが見えるようになったんです、で夏美ちゃんそれが気になってしまって、自分のおばあさんに、おばあちゃんに相談したんですね、実はね学校でこういうことがあるんだけどって言うと、おばあちゃんがあ、じゃあ今度その A ちゃんお家に連れてきなさいって言うんです、で日曜日に何人かの友達誘って、それで A ちゃんも誘ってみんなでお家にこう連れてきたんですね、で子供部屋に行こうとしたらおばあちゃんがあ、ちょっと待って、神棚のある和室でみんなで遊びなさいって言うんですよ、なんでだろうなと思いつつ、その和室でお菓子食べてお話ししていると、おばあちゃんが襖を開けて、ちょっとみんなあの神棚のねお供え物書いてほしいのって言うんですよ、で普段家族でしているものなんですけれども、なんでだろう、でも子供たちって普段やったことないことってやってみたいじゃないですか、なのであ、分かりましたと言って手伝うことにして、でおばあちゃんなぜか A ちゃんにお水とご飯の器を渡して、これはあなたがやってねって指名したんですよ、で神棚のお供え物を公開した後に今度は裏庭でみんなで遊んでると、急に A ちゃんが私 B ちゃんに謝りたいって、みんなもあそうだよ仲直りしよう、謝りに行こうよ、今から行こうよ、許してくれるよ、みんなその言葉を待ってて、行こう、じゃあ近くに神社があるからあそこの神様に手合わせてからみーちゃん家行こうって、近くの神社に行って手合わせて、でお守りを買ってでみーちゃんのお家に謝りに行ったんですね、みんなで、でその二人が仲直りしたのを見届けて、もすがすがしい気持ちになって、あよかったね、これでもう明日から学校楽しく過ごせるね、でみんなで歩いて、で散歩路に着いて、ここでみんなで解散することになって、でじゃあねみんな明日ねって A ちゃんと別れたんですね、でお家に向かって歩き始めて、でしばらく歩くと夏美ちゃん後ろから声をかけられて、で振り返ると今別れたばっかりの A ちゃんが向こうから走ってくるんですね、ジャーンって言いながら、でその A ちゃんの体の周りに真っ黒なもやが絡みついてるんですよ、で親ほど赤なんですね、で車来るから危ないよって言うんですけど、そのまま勢いに止めずにわーっと走ってくるんです、あ危ない危ない車来るから危ないよって言ってると、向こうから1台の車がわーっと走ってきて、危ないって言って手でなんとか止めようとするんですけども、そのまま A ちゃん走ってきて、そのまま A ちゃん宙になったんです、でそのまま車さーっと走り去っていってしまったんですよ、大変なことになったと思って、で走っていくと A ちゃんいないんですね、そこに、あれ見ると横断歩道の上にあのさっき神社で買ってきたお守りが、あの中から弾け飛んだみたいに綿とかいろんなものが出た状態でバラッバラになって落っこちてたんです、あれで破裂したみたいになってて、でどこ探しても A ちゃんいないんですよ、あれおかしいな、何だったんだろうなってよく分からないまんまお家に帰ると、おばあちゃんがあの和室で神棚の水を下げてるんですよ、でさっき交換したばっかりなのに、あれなんでだろうと思って、おばあちゃんはそれさっき変えたのになんでって言うと、あこれでいいのよって、でその下げた器見たら、お水入ってたはずなのに真っ黒に濁っていた、夏美ちゃんという方が体験されたお話でございます、それは何かを取ってくださったんでしょうな、それでも時々何か水が黒くなったりするって話時々聞くね、聞くよね、いやいや聞くね、これ何なんですかね、分からんな、分
からないですけどね。昔さっき出た西浦といった、はい、あの蒲田のゲームセンターのとこに、はい、その少女がいるって言われてた場所に、はい、もう本当に一回も開けてないお茶をポッと置いたら、はい、次の日見たらお茶ものすごい濁ってんねん。藻が混じってるようになってた。それぐらい一日だ、毎日変えてて、分かりやすく毎日ペットボトルのお茶変えてて毎日めっちゃ濁んねんって。ほんである時そこにテレビの取材で霊能者が入った時に、はい、なんでこんなお茶濁るんですかねって言ったら、うん、その少女の霊がお茶嫌いやからジュースに変えてあげた方がいいんじゃないって言われてんて。ほんでその当時流行ったなっちゃんを置いたら濁らんようになったって言ってたから、だからあの霊の意思でお茶濁らしてたんかって。俺らもちょっとその話聞いてびっくりして、本当にそんなあるんや、そんなあるか。でもその真っ黒になるっていうのは多分なんか悪いも吸い取ってくれたのかもしれませんし、そのもやも黒かったもんね。もやをね、そうです。なんかその後特にその A ちゃんが怪我をしたりとかもなく、普通に学校登校してきて、 B ちゃんとも普通に仲良くなれたっていう話だったんで、だからなんかひょっとしたらそのお母さんがそのジャッキーみたいなのも払ってくれたんかもしれんね。なんかちょっと昔から少しそのおばあちゃまも、夏美さんもちょっとそういった不思議なものが見えたりですとかするご家庭だったみたいなので、はいはいはい、もうちょっと分かっていたのかもしれないです。でもなんか、まあ、でもほんまに考えた最後はええ話やもんね、うん、もう救われたから。そうですね、うん、だからなんかそういうものがなんか取り付いてたんかな、A ちゃんにね。うん、いや、そういうものに疲れてしまって、うん、元はそんな悪い子じゃなかったんだろうなと思うんです、ね、だと思いますけどね。まあ良かったです。まあ、最後は仲良くなったし、仲良くなったし、ハッピーエンドで、ハッピーエンドでございます。救われました。もう絶対僕インサンナー最後は待ち受けてる。私もそっちかなって。午後の時間ですから。ああ、良かった。時間的なことも考えてくれるようになったんや。千賀さん。たまたまですいません。はい、どうも牛竹千賀さん、ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ。さあ、早春のリレー会談、怖さをつなげ、3人目この方です。もしもし。もしもし、はい、竹さん久しぶりでございます。どうもよろしくお願いします。竹さん最近もあのなんか賞を取りましたね、会談でね。そうですね、あの会談王で優勝しました。はい、もうこの年になって会談王また若手と混じるっていうのはね、なかなかやなと思いながら、はいはいはい、それでは今日はまた会談の方一つよろしくお願いします。わかりました、はい、ですね、僕が45歳の時うちの親父が亡くなったんですけども、はいはい、まあ、それまでね親父、まあ、85、6だったんですが、亡くなった時は、うん、はい、あ、もちろん第二次世界大戦に従軍してたんですけどもね、うんうんうん、その戦争の話なんてほとんどしなかったんですよ、うん、ただね、亡くなる1年くらい前に何か思い出したようにですね、うん、僕を吉川ちょっと来いって呼ばれて、はい、でなって言って、あのちょっとわしの話を聞いてくれって言うんですよ、うん、あの分かりましたつって正座して、思わず正座して聞いたんですけどもね、うん、で、まあ、親父が言うには、あ、まあわしがなと、うん、召集されたのは30代の半ばやった、うん、で、まあ、和歌山に軍港があって、うん、そこから駆逐艦に乗せられた、うん、で10日ほど駆逐艦に乗ってて、着いたんが南方の小さな島やったって言うんですよね、うんうん、はい、で小さな島って、まあ、いくつも島があったらしくって、うんうん、でそこにこう、やや井というか、拠点を作って、うん、まあ、いろんなその、戦略的なことに、まあ、参加していくわけですけども、うん、うちの親父もその、まあ、ある小さな島に上陸して、うん、で、まあ、兵舎をまあ建設してですね、うんうんうん、で、まあ、そこで、いろんな、まあ、戦争にまあ加担してたわけですけども、うんうん、まあ、そら親父は大変やったと、うん、まあ、いわゆる敵兵との戦いっていうのも大変なんだけども、うん、一番はやっぱり食料の確保とか、
で、やっぱりその現地の人との争いみたいなものもあるらしいんですよ。例えば現地の人からしたら、日本兵の首を取ったらなんか報奨金もらえたりとか、中には日本兵と仲良くしていろいろ食料を、横流ししてくれたりとか、まあ、いい面も悪い面もあったらしいんですけどもね。で、まあ、一個招待ですから、多分200人か300人ぐらいの、まあ、そういう人たちが集まってたと思うんですけども、で、親父が言うにはね、一番これ強調してましたけども、そういう従軍生活は確かに大変やったけども、一番つらかったのは、夜中の見回りやって言うんですよ。で、兵舎の裏に、まあ、遺体の安置所があるんですけども、親父曰く、まあ、広場に死体が山積みにされてるだけやね、安置でもなんでもないんですよ。で、まあ、もちろん戦死者も多いし餓死者も多いんですけども、そのほとんどが手足がもがれてたりとか、頭が割れてたりとか、内臓が飛び出してたりとか、そういうのがこう山積みになってるわけですよ。で、昼間そうってことないんだけど、夜になると、悲鳴とか、うめき声とかが途切れることなく続いてるらしいんですよね。で、まあ、夜中その近くを歩くと、半ば死にきれてないものもあるんですよ。なので、死体の山から手が伸びてきて、足首をつかみに来るらしいんですよ。助けてほしいから。まあ、それがつろうでつろうで仕方ないって話をしてたんですけども、まあそんなある日、その見回りの当番が平野くんという若い兵隊やったらしいんですよね。でその平野くんが朝からね、ああ日本に帰りたい、和歌山に戻りたい、お母ちゃんに会いたいっつって嘆いてるわけですよ。まあ無理もないんですって。その子は18歳の少年兵で、なおかつ母子家庭で招集されてるわけですよ。で、あまりにもこう嘆き悲しんでるんで、親父が気を使って、分かったと、じゃあ、見回り、今日変わったるわということで、消灯時間になって、親父がまあ、安置所に出向いたんですよね。ほんなら、月の明かりで、変わってあげたはずの平野君が、立ってるんですって。で、どうしたい、なんで立ってんねや、変わったったのにって言うたら、何も返事せずに、死体の山に背中をもたれかけさせてたんだって。そしたらね、その下の山のちょうど平野くんの頭の上の方から、ぬーっとね、白い腕が出てきて、日本の、で、この水中の藻をかき分けるようにぬーっと下の山から五重絡みの女性がズルズルって出てきたらしいんですよ。で、防寒服を着てたと、そしてひっつめ髪にしてて、まあ、化粧気のない顔だったらしいんですけども、右目の横に大きなほくろがあったと、その女性がぐーっと下に手を伸ばして、平野くんの首筋とか顎あたりに手を持っていって、ぐいっと上に引っ張りながら、こっち来いこっち来い言いながら引っ張り上げてたんだって。で平野くんの足が浮き上がったのを見て、うちの親父慌てて兵舎に帰って、そしたら上官以下みんなが表に出てきてたんだって、で上官に平野くんが、平野くんがって言ったら、上官、何も言えずに首を振って、ふーっと手を上に上げたらしいんですよ。で、その腕の先を見たら、兵舎の2階の柱のところに、寝巻きの紐をくくりつけて、平野くんが首を吊ってたらしいんですよ。で、その時にうちの親父は、その紐が先ほどの女性の白い腕に見えたらしいんですけども、まあ、そっから1年半ほどでしたかね、終戦になって、うちの親父はその平野くんの遺骨を持って、真っ先に和歌山の平野くんの実家に行ったらしいんですよ。というのはちょっと思うところがあったと。で、行ったらお母さんが出迎えてくれて、あっと、そこでうちの親父は特進するんですよ。そのお母さんの右目の横に大きなほくろがあったらしいんですよ。あ、なるほどと。そういえば平野くんは首をつって亡くなったのに、死に顔がとても穏やかだったらしいんですよ。で親父は思ったんですよ。あ、平野くんを天に召したのは寝巻きの冷たい紐やなくって、
温かいお母さんの両腕やったんやなと思ったらしいんですよ、うんうん、でお母さんにその遺骨を渡したらお母さんそれを受け取って、うん、あーこれで何も思い残すことないわって言った瞬間に、はい、ふーっとお母さんの姿が消えて遺骨が地面にドンと落ちたらしいんですよ、うん、でその遺骨の落ちた先を見たら大きなバベの木があって、うんはい、あ大きな木やなとうちの親父は思ったらしいんですけども、後でいろいろと聞いたらその平野くんが亡くなったという知らせを受けたその日、そのお母さんはそのバベの木に紐をくくって首吊り自殺してたという話なんですよ。うん、この話をうちの親父から死ぬ1年前に聞かせてもらいました。うーん、はあ、いやーでも戦争って本当に、ねうんいろいろね、罪深いもんですね、はあ、やっぱりね、はあ、ねえ、なんかね、はあ、まあ入れてんやろうけどそれも実際どうやったんやっていう話やもんね、うん、そうですね、よくわからないですよねこれね。うん、はい、でもお父さんもそれ最後の最後までやっぱり自分で言わんとこうと思ってはったんでしょうね、うん、だから死期を感じたのかな、1年前に言ってくれましたわ、うんはい、ずっと抱えてらっしゃったんでしょうね、うん、でもね、でも多分、ね、まあこれはでもね息子よ、うん、吉和にこの話は戦争というのはダメだよっていう話をしたいがためにその話の自分のほんまに、まあ、もうしたくもない体験の話をされたってことですよね、うん、そういうことだと思います、はい、あなるほど、はい、そうですか、はい、わかりました、竹内さん、はい、どうも今日はありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ、はい、ということでございまして、こちらでございますけども、平野康さんさんからです。20年以上前の昼だったと思います。毎週土曜日の昼にやってる吉本新喜劇が大好きで、はい、毎週 VHS ビデオで録画して夜中に見ていました。ある日の放送で誰か孫の心じじ知らずとなんとかという題名で、多分これは茂蔵おじいさんが顎を使って洗濯物を畳むシーンがあるのをやっていました、はい、ちなみに見た覚えもあったので何度か見たことのある物語でした、うん、でもその日の放送、まあ、録画ですけども、うんうん、始まってからすぐいつもと違うことに気づきました。新喜劇が始まると同時に何か雑音のような音が聞こえてました。よくよく聞いてみると、はい、始まりからずっとうめき声が入っていました。はい、おえ大人の男性の声でうおーあーおーおーおーと大きくなったり小さくなったり、なんかめちゃくちゃ苦しんでるようなイメージの感じでした。はい、兄に見せたらなやこれ気持ち悪いなって怒られました。うん、まあ、関係ないとは思いますが、その数日後兄が腰のヘルニアで動けなくなり、お前のせいやとやつらされたので月参りで家に来たお寺の和尚さんに3,000円渡してビデオテープ供養してもらいました。まあ、その後何か特別に変なことは起きてませんけどね、ということでございますね。何やったやろ、何やったね、何の音やったよ、何やったよね、まあね、録画したテープそれまで見てたんだと思うんですけど、なんか急に入ってたんですね。はい、こちら下田さん、小学生の頃夏休みのラジオ体操の帰り道、友達と別れて一人で住宅街歩いておりました。するとスズメがじっとしている。私は手に乗せていたら家の前を掃き掃除している主婦らしき人が私に鳥かご貸してあげると言って一軒家の家の中へ入りました。そしてその鳥かごを持ってきていただいて、その鳥かごを借りて帰り、翌日母と一緒にそのお宅へ鳥かごを返しに行きました。うん、そのお宅の奥さんは自分ではないとのこと。え、確かに昨日会った人のおばさんとは違う。うん、その後近くを近所を数軒回りましたけども、結局該当者なしでした。あれは一体何やってんやろと今でも時々不思議に思いますと。誰、いやだから、ね、まあ、言うてみたら、こう自分がほんまに鳥かごが残ってて、で鳥かご実際そこにスズメを入れて持って帰って、でその鳥かごをくれた人の家に行ったら私やないしって言われたんでしょ。これだから簡単に言うと異次元に迷い込んだってことでしょうね、多分ね。そこで預かってということや。元には戻れない、まあ、近所やからそんな場所間違えないでしょうかね、いくら子供とはいえね。はい、トラちゃん、この話は私が小学生だった頃に経験したお話です。はい、私の近所には大きな川がありました。夏には子供が水遊びをしたり、釣り人がブラックバスを釣りにしたりできるほどの大きな川でございます。
そんな川で遊んでいた夏の日の出来事、私は友人たち3人と川でメダカ取りをして遊んでおりました。そんな中、川の上流の方に今ではあまり見かけない丈の短い半ズボンにヨレヨレの T シャツを着た少年が立っておりました。当時気になった私たちは岸に上がり、少年のいる方にパッパッパッパーと走っていきました。しかし橋の下に入り、少年が見えなくなった瞬間がありました、はい、そして次にパッともうちょっと駆け上がってみた時に、すでにその時にはもうその少年の姿はありません、うん、あれ、どこに行ってんやろうと慌ててその少年のいた場所に行くと、お地蔵様とお地蔵様に日付が記入されておりました。その日付は少年を見た日と同じでした。あの少年は一体いつ現れたんでしょうかね。もう一度あの少年に会いたいですと。へえ、不思議やね、不思議不思議やね。なんやろね、これね、丈の短い半ズボンにヨレヨレの T シャツ、うん、お地蔵さんに、お地蔵さん、うん、日付が記入されていたその日を ね、 ねえ、はあ、不思議不思議や。こういうのはもうなんかこれなんていうかな、なんかたまたまその先ほどの鳥かごもそうやし、はい、これのあの少年ねとお地蔵さんとかもなんかの迷い込んできはったのか波長があったのかとしか思わんもんね。うーん、ナースママさん、娘が送迎部員の病棟でナースしてますが、娘が勤務の時に患者さんが亡くなることが多くて、ナース仲間で噂になり、娘も怖くてお祓いに行ってきました。同じ病院ですが、病棟が変わってまだ4ヶ月しか経ってなくて、その病棟で亡くなる人はいないにもかかわらず、また娘が勤務中に2人亡くなったということで、それも2回とも同じメンバーのナースの引き継ぎ勤務やったということで、娘はまた怖くなってまたみんなでお祓いに行くと言っておりますと。まあでもね、まあ偶然やと思いますけど、とはいえね、そうそう、でも偶然が度重なって、はい、やっぱりお祓い受けたいと思ったらお祓いは受け時ですから、受け解いてバチ当たるわけじゃないので、ぜひとも、はい、虹になります。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ。はい、続きましては4番目、山形在住黒木あるじさんです。もしもし。もしもし、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。庭の地獄が気になって仕方がないんですが、まあ、それはまた置いといて、はい、それでは黒木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、お話しするのは山形の某市で昭和の末に起こったお話でございます。はい、はい、体験者の男性の方、仮に A さんとしておきましょうか、はい、ある晩 A さんがいつものように眠る準備をしていると、うん、電話がいきなり鳴り出したと。で、うん、こんな時間にいきなり電話なんて一体誰だろうと思って取ったところ、かけてきたのは同じ市内に住む親戚のおばちゃんなんですね、うん、その声が非常に焦ってる。あのね、 A さん、実はね、実はね、いい、おばちゃんどうしたの、落ち着いてって、何々話して。そう言うと、実はお父さんと旦那さんと旅行に来ていたんだけれども、うん、そこで急に旦那さんが具合が悪くなって、あれよあれよといううちに旅先で亡くなってしまったというんですね、うん、おじちゃん亡くなったの、どうしたの、そうなのよって、でもね、すごい悩んでるのって、ほら、うちのお父さんってすごく地元が好きだったでしょ、いろいろお葬式の時も決まり事があって、そういうのは守んなきゃいけないとか言ってたから、あ、それどうしよう、こっちだと葬儀屋さんもそういうの分かんないのよね、おろ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 してる、何せ旅先でのことですから、うん、なかなかその伝えるべきことというのがまとまってない。なので A さん、いい、おばちゃん落ち着いて落ち着いて、分かった分かったって言って、なんで電話してきたのって聞いたら、あ、そうそう、実はね、これからこっちの旅先の葬儀屋さんにお願いをして霊柩車を出してもらって自宅まで戻ろうと思ってんの、山形まで戻ろうと思ってんだけども、私バタバタしていてねって、鍵をどこにやったかもちょっとおろおろしてわからないの、うん、あなたのところに合鍵を預けてたでしょ、だからうちの鍵を開けてお父さんと私をこう迎え入れる準備をちょっとしといてもらえないかしらって言われた、うん、ああいいよって、分かった、おばちゃんいいから落ち着いてねって、ちゃんと家の鍵を開けて待ってるからって、うん、だからゆっくり霊柩車乗って一緒におじちゃんと帰っといて、そう言って慰めて、仕方なくまあパジャマを脱いでよそぎに着替えて、うん、そのおばちゃんの家へ行った。車で10分ほどの場所にあるところなんですけども、そこに行った。当然家主は誰もいませんから真っ暗なんですね、ガチャガチャっと鍵を開けて中に入る、うん、
結構まあ古いお宅で、いわゆるまあ縁の下があったりするような、うん、まあ、こう今でいうとこの古民家ですよ ね、 すねみたいな感じのところにいた、はい、でひんやりとした空気の中で一応まあ電灯をつけて待ってはいるんですけども、まあ、旅先ですからそうそうすぐには来ない、うん、かといってブラブラするわけにもいかないですからじっと待ってる。なんとなくそういう時というのは、まあ、時間も遅く感じてなかなか来ないなと思って空気も重いような気がしてどうしようかな、何して待ってようかな、なんかテレビつけるっていうのもなんだしななんて、うん、何をするでもなく待っていた。それで気がついた、うん、さあさあなんか変な音聞こえる。え、なんだこれ。耳を澄ましてみるとどうやら竹ぼうきでこう境内を掃いているそんな感じの音なんですね。さあさあと何かを擦るような音がどこかから聞こえてる。え、なんだろう。人の家だから漁るわけにもいかないけれども気になってしょうがないのでこう耳をそば立ててその音のありかを探っていくとどうやらそれが畳の下、つまりは縁の下のあたりから聞こえているらしい。ザーッザーッという声が聞こえてるって。あ、野良猫でも入ってるのかな、それともタヌキとかハクビシンとかなんかいるのかな、うん、とは思ったけれども何せ深夜の家に一人きりですから気になって気になってしょうがない、うん、そのうちにこうだんだんと考えがいろいろとあっちこっちに行って、え、まさか香典泥棒じゃないよね、俺以外知らないけどもしかしてそんなのが軒下に入ってんじゃないよね、うん、考え出したらもう止まらなくなってしまって、うん、一応確かめるしかないな、そう思って廊下に確か懐中電灯が停電になった時にぶら下げてあったのは覚えていたので、うん、それを手に取ってそろそろそろっと縁側の方に行って、で縁側に腹ばいになって、まあ、逆さの状態で縁の下をこう覗き込んでみた。懐中電灯でパッと下を照らして、うん、獣だったら逃げるだろうと、泥棒だってびっくりして、うん、ほらっと声をかければいなくなるに違いない、うん、そう思ってパッと照らした、うん、はい、そしたら死んだはずのおじちゃんが張ってるんですよ。ズザ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 腹ばいでほふく前進みたいにのたくってる。なんだお前と思って、もうそうなると対応のしようがない、うん、こちらでこらと声をかけるような気力も何もないので、うん、もう懐中電灯をそこに放り出して、うん、縁側を逃げて、で何をしよう何をしようと迷った逆に仏間まで行って、うん、仏壇の観音扉を開いてそこに向かってもううろ覚え、本当にもう合ってるのかどうかさえも分からないお経を必死に唱え続けてた、うん、なあ、だめ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 でしていた。でどれぐらい時間が経ったのか本人も分からないけど、不意にうわ車のエンジン音が聞こえて我に返った、うん、あ、そうだそうだそうだ、俺霊柩車を待ってたんだ、うん、そう思って玄関までダダダダッと行くと、うん、同時にガラガラガラと開いて、しおれた顔のおばちゃんが、あ、ごめんねありがとうって言いながら玄関を開けて、その後ろに葬儀者の方なんでしょう、うん、何人かが棺棺桶を持って立っている、うん、あ、どうぞどうぞ、そう言って入ってきたって、うん、何せ自分は今しがたあった、いやおじちゃんが軒下でっていうことをおばちゃんに伝えたくてしょうがないんだけれども、まさかこの状況でそんなことを言い出したらあんた何言ってんのっていうことになる、うん、憔悴した顔を見てるととてもとてもそんなことを言える雰囲気じゃない、うん、なのでしょうがなく A さん口をつぐんだまま、あ、僕も手伝いますと言って棺桶に手をかけて、うん、で仏間まで持って行って、うん、おばちゃんがなんかねって本当眠るようにしていきなり亡くなっちゃったのって、お顔見てあげて、そう言って促されたので棺桶の小さいあの小窓を開けて、うん、おじちゃんの顔を見て、あ、おじちゃんどうしたんだよって言いながらチラッとおじちゃんの首から下を見た時、あ、これか、声を漏らした。うん、おじちゃん強化扉、いわゆる死に装束ですね、うん、向こうの葬儀者の方が着せてくださったんでしょう、うん、が泥だらけなんですよ、うん、で愕然としてたら、うん、おばちゃんが、いや、あっちの方も知ってるのねって、うちの風習やってくれたのよって言うから、うん、おばちゃんどういうことって言ったら、あ、そうか、あんたは同じ市に住んでるけど地区が違うから知らないんだ、うん、うちが住んでる地区ではねって、人が亡くなった場合に新しい衣装で送ると良くないっていうので、うん、わざと古い着物を着せたり泥だらけにしたりしてからダビに伏すのよって、向こうの方知ってたのよねっていうので、うん、そっと隣にいる葬儀者の方を見たら、うん、真っ青な顔で無言で首を振った。なので、ああそうか、
古いしきたりを大事にするおじちゃんだったからわざわざ自分で汚しに来たんだと A さん納得したそうです。すごいな、まあ、実際にこれあの黒木さん、はいはい、あのまあほんまにそういうふうに古い着物を着せたりとか、はい、汚したりするような風習が残ってる地域があるってことなんですね。そうなんです。山形県の南部の方ですね、うん、南側福島に近い方の一部では山村なんですけど、うん、そうやってわざとその古いお金を持たせるとか、お葬式なんかでもよくあの、ね、お香典なんかを診察じゃなくてちょっとよれたやつで、はいはい、あれにちょっと近い発想で、うん、どうも急ごしらえで亡くなるとは思ってなかったので、うん、こういうものしかないですっていうふうに、はい、まあ礼儀というかマナーとしてするという地方があるみたいで、うん、どうやらそれをやったんじゃないのという。なるほど。だから本来ならそこで亡くなってなかったら古い着物家で着せたりとかしてたけど、うん、急に亡くなったんでやっぱり汚しとかなあかんということで、とおじちゃんが思って自分でだったら自分でやっとこうと思ってやっちゃうんじゃないかといういやすごいな、いや怖かったやろな、その A さん見た時にもう、うん、めちゃくちゃ怖かったやろな。いやもうあのこれは山形の図書館で講演会をさせていただいた時に言ったんですけど、はい、その A さんもいやもう本当信じられなくて、ここ20年ぐらい私ずっと誰にも言わなかった話なんですって言って話して、会場に来た方がみんなゾッとしてるゾッとしてるいや、ま、あの理屈分かったら、ま、あそういうことなんやねっていうのは分かるんですけど、はいはい、もうなんかそれは死んだと言われてるおじいちゃんが床下でのたくってたらもうそれは懐中電灯で見た瞬間に自分も心臓止まりそうになったと思いますよ。それよく叫ばなかったなと。そうですよ、ね、叫べないのかもしれないですね。いやもう、その時はもう声が出ない。多分あまりにも異様な光景で、うん、もう自分も何が見たか分からなかったでしょうね、一瞬ね、うん、みたいです。で迷って一応お経を唱えたという。慌ててねすごいな。そういう風習があるってとこもあるってことですね。山形は結構変わったところがたくさんあります。そうですよ ね、はい、ね、もう黒木さんの、ね、山形階段もね本当に、まあ、あのやっぱり階段って黒木さんね、場所変わるとだいぶ違ってきますもんね、はいはい、そうですね、やっぱりそのあたりが分かると、うん、さらにこう階段の奥深さとか奥行きみたいなのが出て面白くなるなっていう。だから風習とかやっぱりその辺もやっぱり、ね、あのやっぱり全然変わってきてるから、皆さんがその地域で何を恐れているとか、まあ、沖縄とかと東北では全く違ったりしますのでね。そうですね、うん、驚いたりしますもんね、沖縄の話聞いて。そうですもんね。はい、ということでございました。黒木さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ。はい、ということで怖さをつなげ、5人目でございます。吉田由紀さんです。もしもし。もしもし。どうもよろしくお願いいたします。します、相変わらずまたあのフィールドワークでいろんなとこ行ってはりますか？そうですね、あちこち、はい、はい、もう最近クレイジージャーニーもレギュラー化してますので、ね、いやレギュラー合わせてないですけどはい、ということでございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。では、はい、では始めます。よろしいですか？はい、はい、よろしいです。はい、これはですね、今にさんという、まあ、私がずっと一緒に会談をやっている人の体験談なんですけれども、はい、ただもう20年以上前になるな、まだ我々が会談を始めるよりもちょっと前の出来事なんですけども、はい、今にさん当時付き合っていた彼女、これ私も知っている 2,3 回会ったことのある人なんですけれども、うん、その彼女と熱海に旅行に行こうっていうことになったんですね、はい、うん、まあ、東京から熱海っていうのは東海道線で行けるんですけれども、当時2人とも貧乏でお金がなかったので、まあ、鈍行ですよね。あのアクティとかそういう快速はあるんですけれども、まあ、うん、その当時の一番安い鈍行でゆっくり行こうっていうことになって、うん、で、まあ、楽しみにしていたその熱海旅行の日、2人東海道線の、まあ、普通の在来線の鈍行の電車に乗って行っていると、いきなり
隣に座ってた座席のおじさんが、うん、おいって怒鳴りつけてきたんですよ、うん、おいお前のこと許されると思ってんのか、おいお前そこで許されると思ってんのか、ふざけんの許されると思ってんのか、うわーっと、まあ、たまに、まあ、そういう方いらっしゃるじゃないですか、ちょっと絡んでくるようなね、何の意味もなく、あ、まあ、逃げっつって、まあ、関わってもしょうがないから、うん、で、その席を立って、一番端っこの車両まで逃げたんですね。うん、で、そこで、あ、なんか変な人いたねって言ってると、ふと見ると、ちょっと数メートル離れたところの、あのドアのバーのところを掴んでいる、まさか若者の男性がいたんですけども、うん、ちょっとじーっとこっち見てるんですよ、うん、なんだと思ってるとなんかブツ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 つぶやいてるんだけど、それがまあ、うん、あまり、他に人のいない車両だったので聞こえてくるんですが、うん、おい何言ってんだお前、てめえお前何やってんだおい、ふざけんなよおい、おいそんなこと許されると思ってんのか、おいおいてめえそんなこと許されると思ってんのか、同じようなことをね、さっきのおじさんと同じような文句をもうこっちまでブツブツブツつぶやいていると、うん、でも一番端の車両の一番端っこまで行っちゃったから、もう逃げようがないから、うん、うわーと思いながらももう目を合わせないようにして、ムシムシムシっていう感じで、じーっと熱海まで耐えていたんですが、うん、予約熱海について、うん、でホテルにチェックインしようとしたら、いや予約取れてませんよってフロントの人に言われたって、うん、いやいやそんなはずないと、今さにちゃんと電話をして、うん、予約を取ったんですね、まあ、ちょっと当時なんであんまりインターネットでホテルの予約っていうのがなかった時代だったので、うん、その証拠は残ってないんですけども、うん、まあ、確実に自分は電話をしたと、うん、でもホテルの人はいや予約が取れてないから泊まれません、うん、まあ、それならそれで空き室に案内してくれればいいじゃないですか、うん、でもなんか知らないけど怒ってるんですそのホテルの人は、うん、いやふざけるなみたいな感じになって、お客さんが悪いんだから、うん、いや、うちはもうホテル、その、あんたに泊まらせるわけに行かないんで、うん、県もほろろに断られちゃって、うん、なんかおかしいな、この人と思いながらも、うん、まあ、熱海なんでね、ホテルとか旅館は他にいっぱいあるので、うん、そのすぐ近くのところにね、1、2軒飛び込んでいったら、うん、ああ、空いてますよっていうことで、一応泊まれることにはなったと、うん、他のホテルに、うんうん。で、やれやれと思って、熱海の海辺の方をちょっと散策しようかって二人でいたら、今度は不良みたいな男が、やからみたいな男が近づいてきて、やっぱり、おい、何やってんだ、ふざけんなよ、おい、お前そんなこと許されると思ってんのか、おい、そんなこと許されると思ってんのか、お前って絡んでくる。うわーっと思って、慌ててホテルまで逃げて、今日ちょっとあまりにもおかしいよねっていうふうに言ったんですね。で、その彼女の方っていうのは、すごく塩らしく、うん、そうだね、まあ、こういうこともあるよねっていうふうに、うん、まあ、受け入れている、黙っている、でもちょっとおかしいんですよ。で、私もその彼女知ってるんですけども、うん、だいぶ強気な人で、うん、はっきり言って男に絡まれたらぶん殴るようなタイプの人だったんですよね、うん、もう手が出るような、うん、あの人で、うん、そんな塩らしい態度を取るような人じゃないで、うん、今にさんも別に、なんだろうな、僕いつもと様子が違うなと思ったんだけど、うん、まあ、旅行だからね、そうやって空気が悪くならないようにしてくれてるんだろうなと思って、うん、あ、じゃあちょっとね、この後夕飯食べるけど、うん、ちょっと一回部屋で、ね、酒飲んでつまみ食べて、ちょっと、うん、あの気分転換してからご飯食べに行こうって、まあ、あのお金もね、2人ともあんまりなかったんで、うん、それでちょっとお腹とかね、お酒とかまず満たしといてって思って、うん、で、近くにコンビニがあったのは、もう、先ほど見ていたので、うん、そのホテルを出て、坂を、熱海ってほら、あの海があって、山がすぐ近くなんで、坂をずっと登っていくんですけれども、うん、その坂を登っていったところにコンビニがあると。で、その中に入ったんですが、うん、人がいないんですよ。お客さんどころか、店員さんも一人もいない。ガラーンとしてる。あれおかしいなと、うん。すいません。声かけるんだけど、うん、全然出てこない。まあ、そこまで深夜っていう、夜遅い時間帯じゃないのに、なんだろうなと思ってると、ふと気づくと、床がこう、ぬら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 濡れてるんですよ。ただ水で濡れてるんじゃなくて、どうもべったり粘液みたいなもので、それがまあ床一面とは言わないけど、こう筋のように、ずー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 って、床、何か引きずったような粘液がついてる、それが蛍光灯の光を反射して、キラ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 、輝いてる。なんだこれと思ってると、ずっと。なんとも言えないような音が聞こえてきたんです、うん、これ何かを引きずってる、あるいはちょっと小さな足音も混じってるような音が聞こえてきて、うん、と思ってると、これ3つ4つ商品棚が並んでいるその一番奥の
商品棚の向こうから子供が出てきた。小さい男の子なんですよ、まあ、小学生に曲がってないような、うん、夜のこの時間に、まあ、そんな深夜とは夜遅くではないもののこんなちっちゃい子一人何してんだろうなと思ってたら、うん、その男の子無表情でずっずっずって商品棚の向こうから姿を現してなんか手に持ってるんですよ、うん、ゴミ袋みたいなの手に持ってる、うん、それを引きずってるように見えたんですね、うん、なんだと思ってると、まあ、その子もう一つ手前の方の商品棚と商品棚の間に U ターンするようにしてゆっくりゆっくり無表情で入っていったんですね、うん、でそこでパッと見えたのがそれタコだったんですよ。あのオクトパスのほうタコ海に住むタコ、はい、でっかいタコを、うんまあ、一本の長い足をこう持って、うんうん、床に引きずったんですね。うん、でタコってあれほら塩もみとか洗濯機とかでガーってやんないとぬめり取れないじゃないです か、うん、か全くそういう下処理をしていない生きてるのか死んでるのかよく分かんないんだけど、うん、そのタコを引きずってるんです、うん、でそれで一面にこう床に粘液がついてる。あなるほど。うわっ何だこれと思ってちょっと怖かったんだけどゆっくりその子が入ってた商品棚の隙間、うん、間っていうのを覗いてみたら、うん、でもいなくなってるんですよ、うん、きれいさっぱりタコもその男の子もいなくなってるんで、うん気に悪くなっちゃって、うん、いやもうでやでやもうこの時ちょっといなさんがいいよって言って、うん、何にも買わずにそのコンビニを逃げるようにして出て行って、うん、でまた坂を下っていくんですがいやなんかね言いましたわざと明るく言ったんですよね元気に、うん、いやなんか今日ほんと散々な目に合うねいやでもまあこういう日ってあるのかね、うんまあ、せっかくの旅行だけど、まあ、ここまで変なこと嫌なこと続くと逆になんかちょっと面白いねって言ったら、うん、彼女は仕方ないよってボソって言うんですね。仕方ないよ、うん、何仕方ないって何がって聞くと仕方ないよだって今日私の元彼の命日だもん、うん、って言われて今にさんはそれ以上何も聞けずに、うん、まあとぼとぼとぼと二人黙ったまま、うん、夜の熱海のその坂道を海の方にずっと降りていった、うん、そうなんです。へ、まあ、そんな話を聞きました、ね、いや許されると思ってんのかってそういうことなんやね。だから、うん、彼女はもうと分かってたんやね。だんだんだんその時からそうなんですよ、はあ、いや本当にね強気な人だったんでそれを黙ってることは絶対ないと私もその人知ってるんで普通だったらないのに普通やったらもう普通やったら絶対そんなこと、うん、そんな俊秀な人じゃないのにボコボコにしてますね。あの人からもらったロレックスの腕時計を手にメリケンサックみたいにつけてボコボコにしたの私、ま、見てはいないけど聞いてますからそんな人がもうでもその元彼もすごい執念で飛ばしてたよね念をということは、まあ、いうことなんですかね、まあ、とにかく分かんないですよ偶然かもしれないけどもう、はい、その彼女さんはそういうふうに解釈してるし、うんうん、まあそう言われてしもたらその彼氏も何も言えないですよね、うん、今もうそうなったらはあ、そうですよね、まあ、明らかにちょっとおかしなこと続きすぎたし、まあ、そのタコ持った男の子はもうちょっと意味わかんないですね。あの現象としてでも、まあ、現象ですよ確かにわからんけどなんでやろう、ね、なんでそんなん見たら怖くてしょうがないよね。はいわかりました。はい吉田由紀さんどうも今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい北野誠のズバリ早春のリレー会談怖さをつなげ。さあ、2時台最後は、この方いたこ28号さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。相変わらず階段も集めておられますかいたこさん。はい、まあ、最近はですね階段文化人として文化的な集め方をしてます。階段文化人を名乗っておられますか。はい、まあ、名前文化人変えました。はい、わかりました。、はいはい、では早速階段のよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この話は1ヶ月ぐらい前に取材しためちゃくちゃ新しい話なんですけどね。はいはい、はい、男性の鈴木さんっていう方が25年前に体験した実は怪談です。はい、
彼の友人に山田さんっていう男性がいるんですけどね、うん、まあ、当時まあ20代後半だったんですが、うん、その山田さん初めて一人暮らしをすることになったんですよ、はい、でただその彼が住むマンションっていうのが、うん、まあ、事故物件でして、はい、で30代の女性が孤独死したっていうんですね、うんうんうん、であまりにもひどかったんで、うん、中がものすごく綺麗にリフォームしたと、うん、まあ、そんなひどかったんでしょうね、リフォームしたと、うん、で彼は全く幽霊なんて信じないんで、うん、霊金刺激金もね、でもその家賃もめちゃくちゃ安かったから、うん、すごい喜んでそこに住んだんですよ、うん、で7階建てのマンションでその301号室って言ってましたわ、うん、でね、まあその住んで3ヶ月ぐらい何もなかったみたいなんですよね、うん、で3ヶ月経った時にさっき僕に話してくれた鈴木さんのところに山田さんから電話かかってきたって言うんですよ、うん、で電話が出たらね、いきなりその山田さんがお前さお化けについてよく知ってるよねって言うんですよ、うんうんうん、いや何言ってるよ、だからまあ幽霊とかよく知ってるやん、いや、うん、確かに鈴木さんは怪談好きなんですけどね、うん、そんなん知ってるやんって言われても、まあ、しょうがないから、うん、いやいや申し訳ないと、俺は確かに怪談好きやねんけど、うん、霊感もないし幽霊も見えへんし、うん、そういう相談されても困るでって言ったらそうじゃないやと、うん、いやなんかな幽霊、いやなんかもう夢のような気もすんねんけどな、そうあの普通のやつに言うと頭かしと止まるせやから、ちょっとお前に一応相談したいねんって言うんです、うん、でどうやらもうそれ聞いた時に、あその事故物件住んでる場所のことやなと思って、うん、で彼もですね、本当マンション行けばいいねんけど、うん、怖くなって、はい、ちょっとマンション行くの怖いから、うん、あの近くのさそのファミレスでちょっと話さんってみたいな、いきなり家に来てなかったよね、やっぱり怖いとは言わなかったんですよ、言わなかったんだけど、うん、なんか怖くなってきて、うん、で次の日の夜にファミレスでちょっと集まって、うん、で話ちょっとしてみてよって言ったら、うんうん、実はなって、うん、2ヶ月ぐらい何もなかったんけどさ、ほんとこれ1ヶ月ぐらい前の話やねんけど、うん、あのな俺家帰ってそろそろ寝ようかなって思ったら、うん、ピンポンってチャイム鳴るんだよ、うん、って見たら23時なんだよね、うん、こんな時間に誰来たんやろ、うん、と思いながらそのドア開けたら、そこに赤い服を着て髪の毛の長い本当になんか暗い感じの女が立ってたんやと、うんうんうん、で顔見たんやけど全然知らんやつやねんなって、うんうん、その時にすごい頭の中ではやばいと思ってんけど、うん、急にその女がね久しぶりって言ったって言うんですよ、うん、で久しぶりって言ってそのまま部屋の中に上がってった、うん、でその時点ですごい怖いと思ったんやけどなんか知らんけど、うん、いやこの女と話せないといけないと思ったって言うんですよ、うん、で見たら部屋の中って入ってって、うん、テーブルの前にポンと座った、うん、で自分も何でも知らんけどそのまままた行って彼の彼女の前に座った、うん、そしたらね彼女はね右手にねゴミ袋持ってたんやけど、うん、そっから缶ビール出してきて、うん、でこれ飲んでよって、うん、でもう一個出して開けて、うん、で飲み出した、うん、でそしたらその女いや久しぶりやからさ、うん、子供の時の話しようって言って、うん、山田さんが小学校の時の話をするんだって、へでそれがちゃんと自分の話なんですよ、うん、で脳の中ではどっか怖いと思う気持ちがあるのに、うん、なんかそこ楽しかったって言うんですね、うん、でもらったビール飲みながら話してたら、うん、ふっと気づいたら、うん、朝になってて自分の部屋の真ん中で仰向けになって寝てたんだって、うん、で起きた瞬間にあれ何やこれ、うん、あれなんか女と話した記憶もなんか曖昧なんやって、うん、でもっと気持ち悪いのが、うん、全然その女の顔思い出せないって言うんですよ、イメージとして赤い服着ててなんか暗い女やった、うん、なんかビール持ってきよった話、うん、またまたこれ夢やなと思って炊事場に行ってみたら、うん、くちゃっと潰した缶ビール2つ置いてあるんですよ、うん、あやっぱり来たんや、うん、でそれからというものはその日木曜日だったんだけど、うん、必ず木曜日の23時になったらその女が来るって言うんですよ、おで来て、うん、チャイム鳴らされて開けて、うん、で怖いんですよそのまで怖いのになぜかピンポンって聞いてしまうと、うん、ドアを開けてしまって、うん、女の中に入ってきてで女の買ってて缶ビールを飲みながら、うん、子供って話をするんだって、うん、で気づいたらいつの間にか寝てる、うん、で変やなと思ってみたら炊事場に必ず飲んだ後の缶ビールがあると、うん、あどう思うって言われたよ、うん、でそれ聞いた鈴木さん
その初めは幽霊かなと思ったんやけど、うんうん、その勘があるって聞いたらちょっと待ってよと、うん、幽霊そんな物質化した勘置いてるかと、うん、で次に思ったのがお前さそれもしかしたらその女その渡したビールの中になんか薬入れてて、うんまあ、寝かされてるんちゃうってなんか盗まれたものない、うん、例えばカードとか、うん、あと銀行通帳見てる、ね、お金現金どう、うんまあ、今日ちょっとちゃんと見ろよって言ったら、うん、あ分かったね調べてないわってただちょっと気になることもあったから、うんはい、こんなん言うても何も信じてもらわへんから、うん、俺さ8ミリビデオカメラ持ってるから、うん、これ今25年ぐらいも話したからね、うん、まだスマホとかない時代やから、うん、あのそれ貸してるから、うん、でも証拠あった方がええやろうから、うん、部屋の隅になんか隠し撮りしとけと、うんうん、でそう言いながら彼もどっかこれ幽霊ちゃうかなって気持ちと、うん、あともしかしたら幽霊映るんちゃうかそうじゃない悪い気持ちもあったんですね、うんうん、半々ぐらいで、まあ、でもこれもしかしたらこれ山田君嘘ついてるんちゃうかなって気持ちもあったしね、うんうんうん、山田さんがねで貸してあげとで木曜日になって、うん、で金曜日の夜に電話かかってきたんですよ、うん、出たと、うん、おどうだと思う撮影したも撮影したと、うん、でもまだ怖いから見てないねんと、うん、でいつものように寝てしまって、うん、気づいたら勘だけあったと、うん、でちょっと今から見てほしいねんけどって言われて、うん、初め部屋に来てくれって言われてやっぱり怖いからやっぱ怖かったんですよなんとなく怖いから怖いからじゃあ、あの昨日は来ないだったさあのまたあそこで会おうってファミレスで行って、うん、で行って周りの人いっぱいいるしね、うん、でカメラごと持って入れてくれて、うん、でカメラってポコッと開けたちっちゃなこうスクリーンで見えるんですよね、うん、昔の8ミリビデオカメラっていうのは、うん、でそれでビーって巻き戻してみたら、うん、一番最初パッと再生したら、うんまあ、彼がカメラ覗き込んでるんですよ、うん、ちょっと置いて電源入れようとしたんですよね、うん、再生あの録画しようと思って、うん、でこう彼が鏡が映っててで下に時間が出てて、うん、22時50分なんですよ、うん、あ50分前に行ったんやと、うん、でこうそ端っこの部屋に端っこに置いてそれからバーって部屋の中入っていって、うん、で横向いて座ってるんですよ、うん、どうやら映ってないけど壁側にテレビがあってテレビ見てるみたいなんですね、うん、なんかそわ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 してるんですよでだんだんカウンターが22時50分から55分になって55分56、57で23時になった途端にね、うん、何が映ってたと思います、うん23人の途端に山田君バターンって後ろに倒れたんですよ。おでそのまま2時間録画できるんですけど、うん、ずっとそのまま寝たままなんですよ、うん、で2時間経ったら消えてしまった、うん、でそれ見てえあれこれこいつ夢やったんかなと、うん、でそう言ったらいやいやちょっと待って絶対ピンポンなったって言うんですよ、うん、分かったじゃあもう一回早送りで見てたからもう一回巻き戻しして、うん、音ちゃんと聞こうってなんかうるさいから音量上げて、うん、で見て見たら22時55分ぐらいから見てで6、7、8、9、23時になったらバタンと倒れた、うん、で音声上げたんやけど、うん、ピンポンなんか入ってないんですよ、うん、入ってないやん、うん、って言ったら音声上げたらなんかブツブツ聞こえるんですね、うん、でところから山田君ぶっ倒れてこう見たまま、うん、楽しそうに喋ってるんですよ誰かにおでも距離が離れてるからねよくわからないでも楽しそうなんだって、うんうん、やっぱ何やと思ってただ杉さんはなんかその心の病気の可能性があるなと思って、うんうんうん、いや、うん、本人が気づいてないけど実はもう有病みたいにその後映ってないけど、うん、外に出てって自分でコンビニかなんかでビール買って、うん、あっていう可能性があるから、ま、なんか友達に病院行ってええんちゃうかって言おうと思ったら、うん急に山田さんがうわー思い出したわって言うんですよ、うん、えねどうしたのいやあかんもううちに怖いよ怖いよ思い出したわって言う、うん、いやどうしたのって言ったいやさっき言ったね俺ずっと言ってたよ女の子と全然顔思い出さへん言うて、うん、でも急に思い出したおい何今まで気づかなかったのって、うん、何あるの言ったあの女な左目な穴開いててんって、うん、真っ黒な穴開いててんだから左目が目玉なるとき何もないけど真っ暗な穴開いててな、うん、その真っ暗な穴でな俺そういうことずっと見ててそれで俺喋ってんねん座って面倒くさい喋ってるうわ今めちゃめちゃ怖くなったわって、うん、なんで顔思い出さねんかって俺わかんわかんわって言って、うん、その夜境に、うん、彼は木曜日には絶対帰らずに、うん、ホテルに泊まったり漫画喫茶泊まったりするようになって、うん、でその後すぐ引っ越したって言うんですよ、うんうんうん、いやね
それ聞いたらめちゃめちゃビデオテープ見たいじゃないですか、うん、それは見たい、もう絶対見たい。俺もずっとさっきからそのビデオテープ残ってるのかなと思うもん。めっちゃ見たいです、幽霊映ってたの見たいじゃないですか、はい、じゃあそれどうやのって、もう25年ぐらいの前の話だけど、うん、って言うと、あると、あると思うって言うんですよ、でじゃあそれ探してて、あ、分かりました、人が探しますわ、でもねって言うんですよ、でもね、でもこれ関係あるかどうか分からへんねんけどって、うん、そのビデオテープ見て俺すぐね、うん、左目から血が出たんですよって、で病院行ったら結膜出血なってたと、ですぐ山でもないその後すぐに、ね、交通事故にあって左目ぶつけてハンドルで、失明しかけたんですよって、まあ、手術してね、まあ、大丈夫で、だったんだけど、でもね白く落ちたんですよって言うんですよ、でもね、それ聞いても見て見ちゃうじゃないですか、うん、大丈夫ですかって言われたから、あの、分かった、あのそれビデオ俺もらったら、うん、配信で一人にせるわ言うて、ほんなら俺一人やったらやばいけど200人ぐらい見てくれたら200分の1になるから、うん、呪いも大丈夫やって、半分本気で半分冗談って言ってたんですよね、うん、そうしたら1週間前の金曜日ですよ、うん、僕仕事してたら、うん、いきなり左目に、なんかピカピカ光るんですよ端っこ、うん、でええと思ったら丸いものが見えるんですよ、なんか、うん、でやばいと思って、その日病院行ったらちょっと無理でってことで、土曜日の朝一番でもう一回やぐれさせてもらって行って、うん、全部調べたら、まあ、一応病院の方が言うには、先生が言うには、うん、老化ですねと、うん、あの気分症、気分症ね、はいはい、でになってると、うん、まあ触りではなかったんですけど、まあ、だってビデオテープも見てないでしょ、話聞いただけやから、ね、でただちょっと俺的にはちょっと霊障かなって言いたいんですけど、だからただ、病院で見る限りはもう年齢的にしょうがないっていうことをやったんですけど、ただこのタイミングが重なって気持ち悪くて、気持ち悪いな、確かに怖い、でそれ悲しいことに、その土日に電話してくれたんですよ、あの電話というか LINE で話したんですけど、うん、その鈴木さん、でどうやらテープは見つからんって言うんですよ、でただ記憶ではなんかカビが生えてて、うん、その8ミリビデオテープに、うん、で自分の大事なものは業者に出して DVD に焼いてもらったんだけど、うん、その他のものは多分捨てたからそこにやってたんちゃうかなって言ってるんですね、うん、でただ僕としてはその山田さん直接話聞きたいんで、うん、その体験者に、うん、もしあの連絡取れて、もし今ちょっと2、3年連絡取ってないってだから、取ってもし可能やったら話聞きたいっていうところで今終わってるんですよ。いやすごいな。まあね、まあまだ分からないんですけどね、その、いやまあ分からないけど、まあ話聞いてる限りは、その晩11時にやってくる缶ビール持ってくる女は、はい、もう話としては完全にボタン道路やからね。ですよね、うん、そうだから、もうカラコロカラコロとやってくるボタン道路の階段になるから、でもなんでそのわからんの、山田さんはなんで突然その左目がのね怪我してる女性っていうのがずっと思い出されへんかってんやろね。それはわからないんですよね。ねえ、普通ならそんな時間に来て片目がもうそれ顧問で女性家入れへんやろと思うけど、絶対いないですよそんな。なあ、だから顔見てるって暗いイメージがあったって言ってるから、うん、顔見てって、ほんで面と向かって座って子供の時の話してるわけでしょ、うん、いやめちゃめちゃ怖いから。怖いですよね、うん、よくわかんない、そのそこで亡くなった女性の方と関係あるかどうかもよくわからない、わからない、そうですよね、事故、ね、物件でもともと亡くなった孤独死した女性とつながってんのか、うん、そう、じゃあその孤独死した女性がやっぱり自分の家やと思って毎週に1回は帰ってくんのか、うん、そのルーティンを繰り返してんのか、うん、そこも全部謎やけど、うん、まあでも8ミリはぜひとも頑張って、ね、あとはもうその体験者の山田さんにこれが手繰っていけると、伊藤さんすごい、これは長い階段になるかもしれませんね。そうなんですよ、まあ、あの言い方悪いんですけど、うん、あのなんか金になる階段、言い方悪すぎる。いやいや、あの文化人金のことあんま言わんよ。そうですね、文化人ですか、危なかった、危なかった、階段文化人だ、階段文化人ですから僕、はい、そう、いやでも面白いお話で、ちょっとまだちょっと深掘りしたいですね、はい、そうですね、山田さんにどうしても話直接聞いてみたいんですよね。そうですね、どうなったのかとか、そうですよね、そこで終わったのか本当に、うん、だから引っ越したことによってもう山田さんのところには来なくなったのか、うん、考えられるのは引っ越すことによって助かったってことやと、まあ事故に遭ってるけど、まあ、ちょっと怪我しあったけど命は助かってるし、その後はもう
次の引っ越し先には来なくなったのか、まあ、その話がないってことはそういうことで、ね、でしょうね、引っ越しはなくなった、つまりその事故物件のとこに来てる人やったのかとか、もう謎は結構深まるから、これはぜひとも板子さんまた再調査頑張ってください、はい、本当に、はい、頑張ります。ピース抜けたピースをちょっと集めたいな、はい、そうですね、はい、一つのちょっと絵にしてみたいですね、これはね、はい、もうぜひとも完全にしてください、お願いします。はい、ということで階段文化で板子リーダーティコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー階段、怖さをつなげ、はい、おしゃべり魔人さん、私は大学時代の話ですが、当時私は実家の実家の近所で夕方7時頃までアルバイトしておりました、うん、ある冬の夕方夜7時ですから辺りは真っ暗でございます。私が歩いてくると前から足音が聞こえたので、前をよく見ると10メートルぐらい先に黒いスカートかかとの低いローパンプスの靴を履いた女性が歩いていました、うん、はい、暗かったんで上半身はよく見えませんでしたが下半身ははっきり見えました、はい、その道は途中街灯があり、その南側に小屋が建っています。小屋の南側は影になっていて街灯の光は届かなくなっています。私の前を歩いていた女性は私より先にその小屋の影に入っていき姿は見えなくなりました、うん、後ろを歩いていた私は続けて影に入りましたが、その時私は声を上げてしまいました。先にその影に入った女性の姿がどこにもありません、うん、その近くには隠れるようなところもなく脇道もありません、うん、女性の姿はどこにもありませんでした。私は怖くなり走って家に帰りました、はい、今でもあの女性の黒いスカートかかとの低い靴はすごい覚えていますが、あの女性は一体何だったのかなと思っておりますと。消えたんですね、パッと消えて、ね、怖いよね、怖いな、急に消えたらな、それもな、もう夜になって真っ暗の中で見たらね、知床上手さん、以前大きな和風ホテルの客室整備のバイトをしていたことがございます、はい、お客さんが夕食に出てる間にお部屋を整備してお布団を敷いておいて帰ってきたらお布団があると、うん、あのバイトでございます。バイトは2人1組でやるんですが、その日は年上のおばちゃんと組んでおりました。マスターキーである部屋に入って部屋の付けをどかして布団を敷こうとしたら押し入れの襖を開けた途端、はい、2段になってる布団の中から突然、はい、5歳ぐらいの男の子がキャーッと笑いながら飛び出してきました。怖いよね、怖いけど、僕とおばちゃんは二人一組と僕とおばちゃんは驚いて畳の上に本当にひっくり返りました。そうですね、そしてそのキャーッと出てきた男の子は開けておいたドアから廊下に走って出て行ったんです。もちろんその部屋には誰もいないはずだし鍵も閉まっていました。襖を開けるまで押し入れの中に隠れていたとはとても思えません。あの子供は一体何だったんでしょうか。でもその和風ホテルでは座敷わらしが出るという話は聞いたことがございません。ないんだ。そのホテルでバイト中に部屋の中で突然おりんのチーンという音が聞こえたり、部屋の中に大きな女性の顔が浮かんでいたこともありました。まあ、そういうのは従業員の中では言われておりまして、うん、慣れておりましたが、それでも布団の2段の上に5歳ぐらいの男の子が笑いながら飛び出してきたらそれはそれは本当に驚きました。これは驚くやろな。ああいうの開けて誰かいるって想像しないですもんね。想像しないね、うん、はい、アルバイト中にそのさあ布団に行こうかってバッと開けてそこに人いったらもうおかしいので、ね、そんなもんもう時空を超えてはんねやろとしか思えへんもんな。もういやそれほんま腰抜かすと思う、ね、いやすごい体験がございますね。はい、ということで時刻まもなく3時になります。北野誠のズバリ早春のリレー階段、怖さをつなげ、はい、ということでございまして早春のリレー階段3時台はこの方です。川名真理子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、川名です。よろしくお願いします。川名さん、今度また僕らがインタビューされた本もいずれもうちょっとしたら出るんですかね。あの5月に怪談や怪談というタイトルで発売させていただきます、はい、まあ、またそちらのも楽しみにしておりますが、はい、じゃあ今日も怪談一つよろしくお願いいたします。はい、はい、では早速、これは一昨年の夏ぐらいの話なんですけれども、はい、
仮のお名前雄三さんという60歳ぐらいの男性からお聞きしました。はい、雄三さんは工事関係のお仕事に長く携わっていて、はい、で今は職長といって現場作業員たちの指揮監督を行うような、うん、そういうポジションについてらっしゃるっていうんですね。はいはい、でいわゆるこうまとめ役みたいな感じ、うん、でその時は建設中のダム工事に携わることになったんだそうですよ。うんうんうん、でそのダム工事現場の近くに宿舎がありまして、でその宿舎に工事期間中はずっと寝泊まりすることになった、うん、で最寄りの駅などから仲間たちと一緒にバスに乗ってその宿舎に連れてこられた、うん、で来てみたらその宿舎っていうのが大きな2階建ての家みたいな感じだったんです、うん、でなんか割烹料理屋と店主一家の住居を兼ねた建物だったっていうことなんですけど、うん、中はもうほとんどリフォームされて、まあうん、宿舎になって久しかったようなんですね。はい、でここに雄三さん入れて10人で滞在することになったそうなんですよ、うん、で全員男性と、で特に仲のいい同僚 A という人が、まあ、一緒だったんで、うん、まあ、彼はもうこういう状況慣れてますから、うん、でみんなのことを仕切って、まあ、一番年上なんでね、うん、宿舎に住むとすぐになんか小部屋とか布団とかの割り振りをしたというんですね、うん、でそれから率先して宿舎の中を点検して回ったと、うん、でそしたらね、その建物すごく奇妙でね、うん、で何がおかしいって、なんか思わぬとこにこう襖とか扉があったり、うん、あと変なとこに階段が隠れてたり、うん、なんだか忍者屋敷みたいだったっていうんですよね、うん、である部屋の奥にははしご段があって、うん、でそのはしご段を下ろしてみたら、うん、こう上の階に介護ベッドや手すりやあとスロープなんかがあったっていうんですよ、うん、で窓がない、うん、ってことはその部屋には何か一人ではね簡単に寝起きできないような体が不自由な方が、うん、まあ寝かされていた、うん、閉じ込められていた、うん、とちょっと嫌な感じがして、まあ、はしご段降りてきて、うん、またうろうろしてたら、なんかね襖を見つけた。でこの襖を開けたら小さな部屋があったっていうんですね、うん、本当4畳もないぐらい、うん、でそこに仏壇だけがポツンと置かれていて、でこの仏壇の扉が開いていて、お香の匂いがあたりに漂っていたと、うん、でこの仏壇のとこには香炉があって、うん、お線香を最近炊いた形跡があった、で封を切ったこうお線香の束があって、ライターなんかも置いてあったんで、雄三、うん、さんなんとなく証拠を促されたような感じがしちゃって、うんうんうん、で仏壇の前に正座してお香をあげて、うん、手を合わせたそうなんですね、うん、で翌日朝現場に行って、うん、でまあ初めての現場なんであちこち挨拶をして、うん、でそしたらまあ、そこにいた技術屋さんかなんかから、うん、どちらにお泊まりなんですかっていうふうに聞かれて、うん、あそこそこですっていうふうに答えたら、うん、あそこですか、うん、でなんか変などうしました、うん、聞いてませんか、つい数日前なんですが、うん、あそこに泊まっていた作業員が一人心不全で亡くなったんですよ、うん、で急死だったんでちょっと騒ぎになりまして、うん、でまあ誰もそんなこと知らせてくれなかったなと思って、うん、あまりいい気分じゃなかったと、うん、でそれからまあ1週間ぐらいして、うん、で宿舎のみんなと夕ご飯食べてたっていうんですね、うんうん、でちょうど雄三さんの目の前にその食堂の出入り口があったっていうんですけど、うん、その食堂の出入り口に、うん、なんか忽然と黒い煙の玉、それもスイカぐらいもある大きい、でそれがなんかふわっと現れて、うん、と思って、まあ、慌てて立ち上がった。でそっちの方に近づいてったらそれが彼から逃げるみたいに廊下の方にこう移動していくと、で、うん、追っかけていくと共同トイレに飛び込んだっていうんですね、はいはい、まあその宿舎のみんなが使うトイレですよね、うん、で個室がいくつかあるような、でトイレに行ったらもうその煙の玉消えてた、うん、で食堂に戻って、うん、今の見たかっていうふうに聞いたら、うん、全員何のことですかっていう反応だったっていうんですよ、うん、で変なことがあったなと思って、うん、その夜はなんだか寝つけなかった、うん、でうとうとしてもまだうつぐらいうちに目が覚めてしまって、う
で、まあ、目が覚めるとなんだかおしっこがしたくなって、うん、まあ、問題の、あのトイレに行ったわけですよ、はいはいはい、でそしたら寝る前に全部電気を消したはずなのに電気がついてた、うんうん、であの入り口のとこに2足いわゆるこう便所サンダルが置かれてた、うん、でそれが1足しかない、うん、で見たら個室のドアが1つだけ閉まってたそうなんです、うん、だから誰かが先にトイレに入ったんだなと思って、うん、で声もかけずにとりあえず、まあ、おしっこをね、いわゆる朝顔というか小便器があるんで、うん、そちらにおしっこしまして、はいはいはい、でおしっこ済ましたらでも個室のドアまだシーンとしてる誰がいる気配もないっていうんですね、うん、でおかしいなと思って、うん、おいって声をかけても返事はない、うん、でコンコンってノックしても何にも答えがないんで、うん、これはまずいんじゃないかなってなんか直感して、うん、はい、ですっかり目が覚めちゃって、うん、脚立を引っ張ってきて、うん、でその個室の前に置きまして、うん、でドアと天井の隙間から中を覗き込んだそうなんですよ。すごい。そしたら仲良しの同僚の A が、うん、あの便器の横に倒れていて、うん、もう微動だにしないとね、うん、でもう全然動かない、声かけても、うん、で急いで救急車を呼んだんですけど、まあ、結局手遅れだったっていうことなんですよね、うん、でまあ警察の事情聴取もありまして、うん、で検視が行われて、そしたら A さんはあの雄三さんが発見する1時間ぐらい前にもう亡くなってたことが分かったそうなんですよ、うん、で原因が悪いんで別の宿舎に移って、その後はみんな無事だったっていうんですけど、うん、A さんの死因って心不全だったそうなんですよね、うんうん、だから前に亡くなった作業員と全く同じ原因で同じように亡くなってしまったっていうことなんですよ、うんうんうん、というお話を聞きました。うん、同じ、じゃあそこに何かあるんだ ね、 ね、多分何なんでしょうね、黒い煙の玉もよく分かりませんし、分かりませんし、うん、あと家の仕組みがなんか変なね、あの、うん、なんかからくり屋敷みたいな風だったっていうのを、気持ちが悪 い、 いですね、ですよね、まあ、ちょっと一瞬聞いてると何かを閉じ込めてたような座敷牢的な作りですよね。そうですね、そんな風に思えたっていうことなんですよね。だからなんか複雑な作りっていうことは出てこれんようにもしてるってことでしょうからね。うそうですね、それに仏壇だけを置いたそんな小さい部屋っていうのもなんだか、うん、いやもうそれもないですね。普通は仏間っていうのは普通の仏間はそんなもんではないの で、 いで、ね、やっぱりすごく奇妙な感じがしますし ね、うん、ね、仏間はやっぱりね、やっぱり人がお参りするとこですから、はい、そんな閉じ込めたとこの空間に そんなとこにポツンと置いてても意味がないですからね、そうなんですよね、だからなんだかすごく変な建物で怖かったってことで、まあ、刈上宿舎っていうタイトルで以前書かせていただいたんですけど、はい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 、はい、うん、なるほど、なかなかちょっとなんかあの途中でなんかあの何ですかね、あの川野さんが言っておられるとこを間取りを頭の中でこう想像してると、なんか本当に不可思議な家の建て方をしてるんやろうなっていうのよく分かって、なんかちょっと怖いですね、やっぱそういう家の建て方っていうのは、まあ、そうですね、あのちなみにその宿舎まだあるらしいんです。え、そうなんだ。そうですか、詳しい場所をぜひ聞いといてください、はい一つ、ロケ地としてまたよろしくお願いいたします。はい、今後ともよろしくお願いします。川野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ。はい、美香さんから、はい、今日のテーマ不思議な体験なんですが、はい、毎週水曜日深夜0時半に急にテレビがつくんです。予約もしていないのに急について、なんでこんなことが毎週水曜日急に絶対0時半にテレビがつく、こんなん何回も続いたんで霊感のある母に聞いたら、おばあちゃんが来てるんやわ、あんたの近くにおるよ、ミカミカって言うとるよって言われ、私全く霊感ないからわからないんですが、はい、あの不思議な体験ですってことですね。それだとおばあちゃん耳元でミカミカ言ってる方がいいんじゃないの、急にテレビつけたらかわいそうやね孫かわいそうやで、そうそう、ね、びっくりするし ね、うん、そうやね、だ設定もしてないのにってことですよね。そうですよ、急に作ってるのね。はい、地味なアロハさんからです。今から10年前、私が京都に人材加工の仕事に行った時、一泊目一日目泊まったホテルが京都テルサの1517号室、2日目泊まったアパホテルが1527室、
3日目泊まったホテルが171号室、京都の駅前でナンバー4でも買うたろうかと思い、その時のルームナンバー1517のストレートとボックスをそれぞれ購入400円分、はい、夜ホテルで思い出して、はい、ナンバー4の当選番号を見たら1517、何回も見ました。当たった、初めて当たりました。ストレートとボックス両方ダブル当たり、100万には届きませんでしたが98万、こんなことあんねんなと思って不思議な経験でしたと。たまたま同じような感じで部屋指名してるわけじゃないのにこれやったんですね。でもすごいね、そこに乗っかってね。そうですよね、購入したっていうのも ね、いいんですね、はい、元祖合言葉は山に山さんから。子供の頃の夏休み、はい、夜にお墓でかくれんぼしていたらどっからか丸丸くん左足見つけたと声が聞こえました。全身ならわかんのにかくれんぼで何々くん見つけたわかるけど、なんで左足だけ見つけたの、誰誰って声をかけても真っ暗なままで誰が喋ってるのかも分かりません。さすがに怖くなってダッシュで家に帰ったら左足だけ靴を履いてませんでした。その年の夏休み何度も同じ夢を見ました。怖い、怖い、ね、夢でも見るの。はい、チョコ風味のチョコさん。20代の頃たくさんの心霊スポットに行きましたら高熱が出て38度ぐらいの熱が1週間続いたことがありました、はい、その頃付き合っていた彼女の母親が心配だからと大きな病院へ連れて行ってくれて見てもらい薬もらって飲んでいたんですが全く効き目がなし、これはいよいよやばいよということになり、その辺りでは有名な方にお祓いをしてもらうことになり、するとその方は会うなり僕の左足を見て肝試しとかやって女の人の幽霊見たか、白い服で黒髪で肩ぐらいまでの長さを、それを聞いた瞬間ゾッとしました。はっきり見えたわけではなかったんで気のせいかと思っていた女性、はい、肝試しで火葬場行って2階の窓にいたような気がした女性の姿、はい、その人が今も左足にしがみついていると。すぐにお祓いしてもらいました。薬も効かないからこれしかない。するとその後嘘のように熱は下がり、はい、病気が治りました。病は気からというのと同じで、もしかしたら気かもしれませんが、自分の見た霊と同じ人のことを当てられたことを考えると気だけではないような気がします。そうですね、二度と遊びで心霊スポットなんかに行くなと怒られたんで、その日からは心霊スポット遊びでなく真剣に向かうようにしております。向かってるんです。そうそう、我々みたいに真剣に向かわないと心霊スポットと、ね、遊んだらあかん、遊んだらあかんよ、もう軽い軽い感じで行ったらあかんよ、ね、こんな風に出るんですね。我々みたいにもう何かを追求する気持ちで行っていただきたいと思います。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ。はい、怖さをつなげ、いよいよラストコーナーになりますけども、つい先に出会って僕と、いきなり心霊スポット行っておりました、はい、桜井館長です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、はい、この間もなかなか取れ高がいっぱいあって楽しかったですね、我々すごいところでしたね。すごいところでしたね。はい、はい、じゃあ今日はまた会談一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。怪談作家の久田辰樹さんからですね、はい、私の友人の映像ディレクターである刑事さんという方が現地で聞いた話なんですが、うん、とても不思議な話でして、うん、とあるところにですね、本当に小さな公衆トイレがあったんです、うんうんうん、1978年に設置されまして、うん、市の環境局が維持管理してたんですけれども、うんうん、ある時からですね異変が起きまして、うん、でそこのトイレの名前というのがですね、琵琶湖の琵琶に首と書いて琵琶首公衆トイレというんです、うんうんうん、はい、でここがですね2004年の夏以降に急に水道の使用量が跳ね上がったんですね、うんうん、で5月から7月は3700円という記録が残ってるんですけど、うん、この一月の使用量というのはだいたいこの4000円前後というのがここの水道の使用量だったんですが、うん、7月から9月の2ヶ月でいきなりですね11万4000円約31倍になったんです。ほう、これは水の量で計算すると1日に4トン以上の水道が使われた計算になるんですけど、うん、
4トンというのはですね、断水時に活躍する給水車の容量なんですね、うん、1台分の容量がだいたい4トンなんです、はいはい、でとても小さな公衆トイレなので、毎日給水車1台分の水が使用されるっていうのはどう考えてもおかしなことなんですけど、急にそんなに増えたっていうんですね。でその後市の方がこう計画してみるとですね、月に3万円から12万円、約10倍から33倍の使用量で推移していて、最高の使用時は31万円、これは通常の83倍の記録が残ってるんです、これは1日で10トン以上の水が使用されたという記録になっちゃうんですね。で市の方もおかしいと思って調べたんですけれども、市内に公衆トイレは200箇所以上あるんですが、この環境局が管理するのはここの琵琶湖公園トイレを含めて7箇所なんです、ですが7箇所の1ヶ月の請求額というのはだいたい3万円前後なんですね、ところがこの現象が起きてからこの琵琶湖公衆トイレだけで全体の年予算150万円のうち4割以上を占めるようになってしまいました、でさすがにこれはおかしいなということで調べたんですが、このトイレはですね、とある川の近くにありまして、河岸段丘という川に沿ってできる階段状の、坂のような地域にあるトイレで、利用者がとても少ないんですね、で近くには交通量の激しい道路があるんですが非常に狭い場所なので、そこに車を止めて4トンの水を盗んでいれば絶対に目撃されるという場所なんです、で市の方もこんなに支払うのかよということになりまして、火事が起こった翌年の2005年からですね、定期的にメーターチェックや配管のチェックですね、漏水の検査などを行って原因を特定しようとしましたが、異常が全く認められなくてですね、その間も使用量はずっと増え続けたそうなんです、で最終的にはどうしたかっていうと、通常蛇口の取っ手を外してしまって、水を出せないようにしたんですけれども、効果がないんです、これメーターだけ壊れたんじゃないかということでメーターも取り替えたりしたんですが、ちゃんと使用量とともに水が減っていたらしいんですね、で市の担当者の方が張り付いて調べたところ、工具で回した跡があったみたいなので、もしかしたら水を盗む盗水の可能性もあったようなんですが、先ほども言ったように目撃情報もなくて、最終的に2004年に火事が起こってから2007年にトイレ自体が使用停止になっちゃったんです、でここまで不思議なことが起こってですね、市の環境局廃棄物管理課の課長さんが、漏水か水が漏れているか誰かが水を盗んだ可能性もあるが、原因を特定できずに困っていると、で30年前に設置のトイレが時代のニーズに合っているかも含めて今後の対応を検討したいと新聞の取材に答えているんですね、でその後震災が起きましてこのトイレは完全に取り壊されてしまいました、で、市が調査してもこの原因が分からなかった場所をですね、何かおかしいねとこの話を聞いた後に、私が主催している怪談図書館という企画がありまして、そこの友人の怪談師のですね、お金谷博士という友達が現地を取材してくれたんですね。行ってくれたんや、で現地を取材して、古地図を取り調べたりとかですね、航空写真を持ってきて全部調べたところ、あ、これがもしかしたら原因なんじゃないかなということが分かったんです。実はですね、この川の近くにあるトイレなんですけれども、この川の近くにですね、もう一つ大きな野球場があるんですけど、この野球場を昔の土地を調べていくと江戸時代の初期に処刑場だったということが判明したんです、でこの処刑場は現地ではかなり大きなところで、処刑場を同じ場所で長く続けると地面が腐ってしまうということで、定期的に近所にこう移動しながら使っていたらしいんです、場所をちょっと使えていくよ、そうなんです。でこの川の近くのトイレで異常が起きたということが現代になって起きたと、でじゃあちょっとこの処刑場というものを調べてみたんですが、仕事にあたる人の食事や洗濯、道具の手入れや修理とか、関わる人が周りに集まってきて小屋を作ってですね、いわゆる工事現場の飯場のようになるというこのような文献があるんですね、でその飯場を作った時に近くに大きな川があったら非常に便利な水場だったと思われるんです、そうやろね、ということは処刑後の道具や衣服を洗ったり、遺体の処理に使ったりしたかもしれません、
で昔のことですから血を水に流すのは汚れると言ってやがられたかもしれないんですね、うん、だからそのことによって水を汚したことに水塵が起こっているのか、それとも水道が普及して今までは大事な水源だったのを見向かなくなったことに嘆いているのか、うんうんうん、それはわからないんですが、うん、何十年も経って急に異変が起きた理由もわからないことだらけなんですが、うん、市の記録には不思議な事件として残っているという、新聞とかにも記録が残っているという大変不思議な出来事でした、うん、はい。いやーでもなんかほんまに、でもそれやったらもうなんか最初はね絶対壊れて流れっぱなしになってるとかみんな思うよね、うん、そっちも思いますよね、うん。2年ぐらいかけて調査したんですけど、うん、配管の漏水も何も認められなかったと。認められなかったと、漏水の流れっぱなしもなかったと、はい、メーターも変えてみた、でもそれでもこんなことがずっと起き続けてたと、はい、でも、その現地のトイレの写真も見せてもらったんですけど、うん、本当に小さな昔のトイレなんで、うん、ここから1日4トンの水を持っていくのはちょっとありえないなっていうような小さなトイレなんですよ。そうだよね、だいたい水を盗むっていうのもなかなか ね難しいですよね。難しいよね、はい、だけどその話聞いても、まあ、実際じゃあ何が原因でっていうのはまだ分からないままなんですね。そうすると他のところには全く目星原因がないそうです。不思議で、市役所としてはやっぱり処刑場のたたりか呪いがっていうふうに記録するわけにはいかないので、当然いきませんよ、はい、うん、取り壊しということで、記録から消してしまったということです、うん、そうでしょうね、はい、うん、もうそれはでも取り壊したはさすがにもう水はそんだけ流れないというのもないわけですから、はい、配管自体を取ってしまったんですね。もうなるほどね、はい、不思議やね、なんか、はい、まあ因果とか因縁とか辿っていくけど、これはでもじゃあなぜ急にそうなったのかっていうのも分からへんしね。そうなんです、はい、うん、非常に不思議な、ね、はい、わかりました。どうも桜井館長ありがとうございました、はい、ありがとうございました。北野誠のズバリ早春のリレー会談、怖さをつなげ、アルルカンさんからです。25歳会社員、これ大学2年の時の話です、はい、岐阜県民である私は高校の友達と3人で長野県の下条村へそばを食べに行きました、うん、食べ終わったのが14時頃、そこから時間もあるし下道で帰ろうということになり、峠越えの帰り道に着きました、うんうん、私はドライブが大好きなんで基本ナビを使わず、よくある青い看板を頼りに岐阜方面へ走り出しました、はい、ある T 字路で中津川の文字を頼りに左折し、はい、いよいよ峠道に入っていきました、はい、峠に入って 3,40 分ぐらいのところで一、はい、人の友人がトイレに行きたい行きたいと言い始め、はいはい、どうやらタッチションじゃ解決しない様子だったんで、はいはい、急ぎ目に走りました、はい、そこから少し走ったところ、左側山の谷側に大きめの旅館のような建物が見えてきて、うんうんうん、後ろに座ってた友人も建物の中に人いるわと言ったんで、はい、自分も飲み物を買わせてもらおうと思い旅館に続くであろう道に入り、はい、入り口まで降りていきました、はい、そこで気づきました。その旅館が廃墟であったことに、はあ、入り口は大きめの虎柵で完全に封鎖されており、ガラスはバリバリ、うん、枯れたツタが、壁を這いずり回ってる建物でした、はい、気がかりなのは先ほどの友人のセリフ、うん、建物の中に人がいると言ってました。言ってた言ってた。急に怖くなった我々は足早に U ターンし岐阜方面走りました、はい、怖すぎて一度無言の状態で無我夢中で車を走らせました、うん、途中で急に道が開きしばらくすると知ってる道に出ました、うん、とりあえずコンビニに入ってトイレ飲み物の問題を解決した後は先ほどの件について3人で語りました、うん、まず有名な心霊スポットだったんじゃないかということで、うん、さっきの旅館の場所を特定しようと Google マップを見て自分らが進んできた道をたどろうと試みました。しかし通ってきたはずの道がマップにはありません。ストリートビューで見ると出てきたはずの場所は田んぼでした、うん、はい、めちゃくちゃ怖くなって今度は入ってきた道からたどろうかと思ったんですが、はい、左折したはずの T 字路は実際のところ L 字で右折しかできませんでした。謎に包まれたまま早3ヶ月、同じメンバーで岐阜側の出てきたはずの道に再度行っていましたが、よう行くわ、やはり田んぼしかなく道はなかったです。一体我々はどこに迷い込んだんでしょうか。どこに迷い込んだんだ。いやでもこれね時々ね
見逃してたりすることがあるんです。あるんですか。あるんです。あの田舎道でね、あんまり看板がなかったりとかして、急なちょっとのちょっとした道がね、ほんまはそこ入ってたのにっていうのがありますから。自分がじゃあ思ってる道と、思ってる道とちょっとまた違う道で、だから本来ならこういう時はゆっくり走って、あの道なき道やけど入ってしまったみたいなのもありますからね。はい、でも誰がいたんやろな、誰がいたんでしょう、廃墟にも。いや、まあ、でもね、廃墟は時々廃墟マニアが昼間入ってたりしますんでね突然突然入ってたりしますんでね。オレフェーブルさん、7月27日木曜日ちょっと不思議体験しました、はい、その日はコミュニティバスを運行してたんですが、うん、乗客したお客さんはタブレットで管理するんですが、はいはい、朝出発時にタブレットを立ち上げて運行開始の操作をしてたら、はい、いつの間にか1便が終わって2便の画面になってました。次の便の画面になると前に戻れないから会社にその旨を報告し、バスをスタートさせました。そして最終便のスタート前に広場のバス停で止まっていたら、コンコンとドアを叩く音がして自動ドア開けたんですが、うん、誰もいません、うん、もしかして子供のいたずらかと車から降りて車の下も覗きましたが、誰もいなかったからバスを発車させました。そして最終便の半分を過ぎた頃にお墓の駐車場のバス停で突然タイヤが砂に取られてスタックし、うん、その日何回も走ってんのになぜと思いながら会社に連絡し、応援呼んでスコップでタイヤ周りの砂を掘り、はい、足高になりながらなんとか脱出しました。まだ運行途中なので急いで次のバス停に向かったんですが、途中助手席のシートベルトの、コーションが点滅、はい、助手席にはお茶やお釣り銭な釣り銭などが置いてありますが、今まで全く点滅してなかったのにと思いながら、はい、かなり遅れてから荷物を足元に下ろし、点滅が消えたのを確認して再出発、うん、なんとか15分遅れで無事運行終了、うん、あとは会社でタブレットから送信された人数とバスの運賃箱の金額が合えば終了なんですが、人数と運賃が合いません。タブレットから送信された運行表をプリントしたものを見て寒気がしました。朝の1便に4人乗車となってたんですが、はい、何人乗車したのかを人数を必ず打ち込まなければいけないから、通常それを無意識に行うことはありません、はい、会社からはタブレットの操作ミスで処理しとくからと言われて無事終了しましたが、すぐに帰宅し塩をまきました。お盆を前にちょっと不思議な1日を過ごしたことがあります。怖い。誰や。まあ、お墓から出てきはった何々さんが、まあ、止めて乗っていかはったということでしょうね。その人数がカウントされてたんですね。そうですね、多分そうなんじゃないですか。怖いわ。塩巻きますよね。塩巻くね、はい、こちらでございますけども、シンカーループさんです。小児科の看護師さんの娘さんが勤務の時に亡くなる方が多いというお話されてましたが、私の知り合いの看護師さんは勤務時間と関係ない時に人の死に際に遭遇することが多いと告白されたことがあります。とてもピュアな性格の方で、そういうお役目なんではないでしょうかね。つまり送り人ということですか、うん、うん、そうかそうか、はい、会うってことですね、はい、そこで。地蔵の妻さん、私はナースになって35年になります。がん患者の方が多く入院しており、お亡くなりになる患者さんもたくさんいらっしゃいました、うん、私は業界用語でつく看護師でございます。ほう、つく看護師って言うんですか、ね、10人ほど連続で死後のお世話をさせてもらった時はさすがに上司からはお笑いに行きなさいと言われましたが、私は行きませんでした。なぜなら最後のケアに私を選んでくださったと感じていたからです。つく私と一緒の夜勤は嫌がられたりしますが、悪いことが起きたりしたことはございませんので、と。選んでくれた、だから いい言葉ですね。そうですね、はい、まあね、あのケアのね、最後病院が、ね、あったりしますけども、そういう方は大体そこに入ると大体もう最後を迎えるということですけども、そういう方に、ね、送ってもらえるということですね。イカ釣り漁船一本丸さん、先ほど14時56分ごろ運転中にズバリを聞いておりましたら、はい、ザザ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 ザというノイズ音がいきなり鳴りました。会談の内容は11時になったら赤い服を着た女の人が部屋にビールを持って訪れてくるという時だけ、それも板子さんが話す時だけで、孫さんの声はところでって言ったら、また板子さんが喋るとザザ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 と音が聞こえ、内容がほぼ聞き取れませんでした。
委託さんの通信状況が悪いのか、私のラジオ電波が良くなかったのか、それならずっと真琴さんの声までノイズが走ると思うんですが、その時もね、そうですよね、真琴さんの声にはノイズは乗らず、委託さんの声だけノイズが入ったと、何か嫌な感じでございまして、もう一度ラジコで聞き直してみたいと思います。まあ、ま、これで夜左目が痛くなったらこの話はあなたの左目が痛くなって、痛い、左目痛い、明日病院行かなくな、行かなければならない状態になったら触りがあったという話になるわけですから、果たしてどんな話を迎えるんでしょうかね。どんなお家試してみてください。何を試すねん。はい、お相手北野誠と藤田智子でした。ではまた明日。